タキオンとは超高速の粒子を意味するものだが、私が目指す果てはさらにその先にあるのさ。はい、みんなこんぶい、遊びに来てくれてありがとう。私の家族は基本的には放任主義でね。おかげで子供の頃から研究に没頭できたわ。大丈夫そう、和光さん。ありがとう。あ、ケイロクさんもコンムイ、遊びに来てくれてありがとう。最初はね、来てくれた人のお名前読み上げるが、ね、今日はね、すごい、光っちょりおうち。アイアム会長さんいらっしゃい。和光さん、大気ムーンイオン、大気ありがとう。ティーオールさんも大気ありがとう。木曜日がキングちゃんのお誕生日なんて本当に教えてくれて本当にありがとう。ね、あるよね、その日に馬娘やったらキングちゃんがなんかメッセージ聞かせてくれるよね。ね、ケイロックさんもありがとう。アサカさんもね、すごい間に合ってね、来てくれて本当にありがとう。 KBY さんも遊びに来てくれてありがとうね。ほいじゃほいじゃ、早速タキオンちゃんのね、育成の続き始めようと思うよ。一説によると、観測さんいらっしゃい。ね、今日はね、うち緑色に光りながら応援するよ。足につけてみないかい？よいしょよいしょ。前回のおさらいは、タキオンちゃんがちゃんと練習してくれるようになった。じゃね。ほいじゃほいじゃ、始めるよ。今日は何から始めよう、トレーナーくん。前回が、今日の私はいつにも増して可能性に満ちている。実証してみようじゃないか。ね、サツキショウ、サツキショウ。ラモナイル浪人さんいらっしゃい。ね、ちょっとゲッターみたいに光っちょるよ。ね、サツキショウをクリアして、次が日本ダービー、ほいでほいで菊花賞って、大阪杯宝塚。この前ね、みんなにコメントで教えてもらって、宝塚ジャパンカップ有馬、で、宝塚記念の裏で G1 出走したら、48万人のファンが集まるんで、タキオンちゃんのルートは、なんかファンの数も重要みたいだから、ちょっとね、そこも意識してやれたら良いなって思うよ。うん。体力はすごい十分じゃね。日本ダービーすぐじゃん。ダービーが終わったら、菊花賞の間また何かレース出たいね、本当に。積み重ねや繰り返しが、ルローニさん、勇者指令、タキオン。ね。高校生ヒーローじゃん。あ、シロさん、コンムイ、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ね。人の光を見せんといけんよ。頑張るけんね。ね、ダービーもすごい期待できそうなんよ。で、この前みんなが言うちょっとね、そう、スタミナと根性とかがね、ちょっと、ね、短所を今日は補えれたら良いなって思うよ。と思ったんだけどね、もういきなり、どうしよう。ひとまずでもここはスキルが欲しいかな。今、119円持っちょるが。うん。ね、ルローニさんね、お気持ちわかるが。うん。ほいじゃほいじゃ。まずはちょっと賢さやっていこうかね。北さんブラックちゃんがなんかすごいスキル、くれるかもしれんし。任せたまえよ。あ、
ティーホルさんも。あ、プロフェッサー、え、すごい。好奇心が猫を殺したとしても可能ね。えティーホルさんね、あのあれじゃパワーダグオンかっこいいよね。342円、江南候補者だから180円じゃから、次の日本ダービー、あの制覇したら、あの買えそうじゃね。ねえ、和光さんすごい、ええもの来ちゃう、やったー。うん、今日は何から始めよう。トレーナー君、君の意見はあるかい？参考にしよう。ねえ、江南候補者足りるかね、KBY さんね。ギリギリな感じがする、幼稚園のレースに勝って。実にいい気分だ。40円？昨日の実験はやはり成功だった。50円ぐらいもらって。素晴らしい成果を残せるぞ。ねえ、よいしょよいしょ。よいしょ。あれ？イーグマッシュさん、いらっしゃい。こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。そうなの。今日はね、タキオンちゃんのお薬飲んで頑張りよりよ。いいのがないね。北さんちゃんのを踏めれば安くなるかも。ああ、そうじゃね、割引がつくかもしれんよね。一瞬ね、ちょっとね、休むこともちょっと今よぎったんじゃけど、今体力ゲージも中途半端ないよね。トレーニングも研究も同じこと。さあ、ここはあれじゃね、あのタリチョランスタミナをあのフォローするが、ほいじゃほいじゃね、あと一ターンしかないけんね。ここはあのね、割引もちょっとおねあのね、できたら良いなっていう意味も込めて、北さんちゃんと泳ぐが始めよう。あ、ケミネルさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。お手伝いハンバーガー。あ、ジュノさん、いらっしゃい。マチタンちゃんの育成、あ、お疲れ様じゃよ。うちもね、あの、タキオンちゃんの育成頑張る。お手伝いハンバーガーってあるじゃね、あの、バクシンちゃんの思い出すが、バクシンちゃんがね、お料理で作りよったやつ。タキオンちゃんと次の実験について。特訓じゃないんじゃ。練習じゃないんじゃ。待機シャトルちゃんじゃ。ナイスタイミングです。どうしたんだい？取ったね、取ったね。ラッキー&トラブル、ラッキー&トラブルね、大輝ちゃんがねえ、うん、手早く高カロリーの塊を摂取できる店であることはね、美味しいんだけどね、ハンバーガー。ん？どうしたの？どうしたの？あ、ケムネルさん、あ、バカライブと一緒に見てるよね。ありがとう。ねえ、なんかの耳寄り情報があったら教えてね。すごい。夏合宿前じゃなかったら下選んでギャンブル。あ、今、ジュノさんね、合宿前じゃないからね、今5月後半じゃから、チャレンジはありかもしれん。なんかのイベントなんかな、ちょっと。ちょっと待って。あー、もしかしてこれ、あれじゃない、食べ過ぎのやつ、食べ過ぎイベントじゃない、体力回復するけど、太り気味になるってやつ。ね。もう食べ物イベントってことはそうじゃよね。あ、ケイロックさんね。そうじゃね。あ、カヤさん、いらっしゃい、コンブイ。
うん、今日も頑張る。あ、アイリンさんも、ちょっとうちも配信終わったらパカライブチェックしよう。ね。すごい気になるが。うん。いや、でもね、その時にはあれだよ。保健室もあるから大丈夫。ネットオーダーしよったんじゃけど、お店のミスで200個それはいけんが。でも、これぐらいの数注文しよったら、お店側から連絡が来そうなもんじゃけどね。あ、ダービーウィークならもう夏休みから逆算しておくタイミング。ただね、どうぞされましたが、私一人じゃ食べきれません。あ、まさひろさん、こんむい。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとね。とりあえず。困ったね。あ、アイリンさん、うち元気じゃよ、元気。タキオンちゃんのお薬飲んじゃるからね、副作用で光っちゃうだけじゃね。うん、そうじゃね、観測さんね、ちょっと。でも体力がね、回復いっぱいしたら、夏合宿、頑張れるけんね。ちょっと、欲出してみようかな。あ、わたげさん、こんこん、まいまい。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。おー、タキオンちゃん、あれだね、サラダセットとか頼むが？ねえ、KBY さんね、そう、A プラスも目指したいし、うちS とかみんなが言っちょる、SS とか、あと、UG、UG も取りたい。心配ご無用。大きくて美味しいから、ね。あれじゃね、体に悪いものは心に良いってやつじゃね。レクイエム課長さん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。大きいズジャスティス。大きいズジャス、美味しいズジャスティス。お、つまり、オールオッケー。あ、KBY さん、URA で出たらプロ。やっぱりみんなが言ってる第3のシナリオに挑戦してみんといけんね。ねえ、タキオンちゃん、たまにはいいんじゃない？たまには。あ、こっちさん、いらっしゃい。今日はね、光って配信しとるよ。ね、せっかくだし、ね、タキオンちゃん、待機シャトルちゃんが困っちょるからさ、助けてあげよう。ねえ。200個じゃもんね、数が。なかなか食べきれんよ。でも、オグリちゃんとかスペちゃん呼んだ方がね、すごい。大丈夫な気がするけど。ありがとうございます。あ、やっぱりね、すごい冷えてしまったら美味しくないもんね。ね、10個。10個。もうその日何も食べれんくなるけど、4個。4個か5個が、うちは限界かなぁ。ねえ。待機シャトルは20個ほどのハンバーガーを置いていった。ほとんどは自分が食べることになったが、普段口にしない量のハンバーガーを食べ。あー、タキオンちゃんも。ねえ。あ、やっちゃん、すごい。早く理論の証明がしたい。まったく。散らされると無駄に高ぶってしまうじゃないか。え、別腹ってこと？コウさん、別腹ってこと？ねえ。ねえ、まさひろさんね、スペちゃんとおぐりちゃんならね、すごい。あ、みんな心配してくれてありがとう。ねえ、すごい。みんなが見守ってくれちょるおかげじゃね。あとはこの40円じゃね、40円が足りるかどうかじゃね。よいしょ。ねえ、ケイロクさんね、ちょっとタキオンちゃんね、動けんくなったって言うちょったから、ちょっとそっちも心配じゃった。
貯金かね、貯金じゃね、これは貯金してエースに挑むが、よいしょ、東京優先一番取ってほしい。えい、やれやれ。そうじゃね、かやさんね、あのうちのねトレーナーさんもねちょっと頑張って旅をったからね。タキオンちゃんはね、体調管理はすごいしっかりしとるもんね。サプリのことも言うちょったしね。え、こっちさんダービーじゃねえ、捨ては足りちょる。あ、大丈夫そうかね、ケムネルさん。なんか一応ね、2年目3年目のスタミナはこれぐらいまでこういちょいたらいいよみたいなのちょっと聞いたんよね。スピードとパワーは700、800ね、頑張らんといけんね。うん、あ、ジノさんもありがとうね。あとはね、金スキル取ってね、苦手なところはフォローできたらそれが一番良いね。よいしょ。ね、空気がピリついちょるって。タキオンちゃんも緊張しちょるが、うん、ケイロクさんね、金スキル取ったらもう怖いものなしだし、うちが見たところだとタキオンちゃんはね回復スキルが多いから、それよりかはスピードを意識して取った方がいいよみたいなことも書かれちゃって、うん、金スキルのねプロフェッサー取ったら、それ以外のね速いスキル意識して取っていきたいね。あ、ね、KBY さんね、そうなんよね、ここのすごいバランスの取り方もすごい馬娘の醍醐味じゃね。あー、ジノさんね、そう、ちょっとまた後で話させてほしいんじゃけど、そう、タキオンちゃんがね急に練習するようになったのってね、なんかここが境目な気がするよね、サツキショーの後の。うん、走り方の真相について何もわからないままこの日を迎えてしまったのだ。ねえ、ケイロクさんね。スタミナ強のうちも安心じゃねえ、すごい。あなたの走り方はどう変わったの？まったく。KBY さんわかる。あ、よかった、もう、うちの妄想ですまんのじゃったら、もうここで答えが出るんじゃったら、もう何も言わんねん。もう進めるのみじゃねん。カベちゃんの勘違い。勘違いでないとしても、私が話さないということは、あれじゃねえ、パリピ孔明でも言うちょったが、胸中に秘めてこその、秘策じゃねえ。うん、マコウさんね、到着。ねえ、もっと、あとはもう頑張れって応援するだけじゃね。うん。やれやれ。意義がないのなら、あったとしても、この話はしばらく禁止。行くとしよう。そうじゃね、タキオンちゃんに頑張ってもらおう。注目の一番人気11番アグネスタキオ。ねえ、ケムネルさんね、すごい謎謎謎じゃよ。すら感じてしまいます。見事勝利してダービー馬娘の夢を掴んでほしいですね。あ、ケイロクさんね、面白いよパリピ孔明、すっごい。15番人気12番、うちのおすすめアニメじゃねえ。結果は難しいかもしれませんが経験を糧にしてほしいですね。中距離レースの流れにうまく乗れるかどうか不安です。うち今ねパリピ孔明で三国志勉強しとるが、5番人気は13番、大臣ちゃん来ちょる。いい感じに気合が乗っていますね。ね、王道の距離で構想が期待できますね。そうなの、かやさん、でレースに出るからにはね一着取りたいね。あさかさんね、幻の2冠目体感できるかね。6番人気は14番スペシャルスペちゃん、
いい感じに気合が乗っていますね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。10番人気は15番、11番人気、16番。まずまずの仕上がりですね。ライアンちゃん、メジロライアン、8番人気です。え、ちょっと厳しいメンバーです。正弘さん、そうなの？すごい、もうメインストーリーの謎ようやく解けると思うちょったのに。アイネス封じ、このメンバーの中でも見劣りしたい人がいますね。アイエス風神ちゃんも来ちょるね。芝のコースで力を、ナリブーちゃんも来ちょる。2番人気、1番、ナリタブライア。13番人気は3番、4番人気、5番。オッカちゃんも来ちょる。いい感じに気合が乗っていますね。王道の距離で構想が期待できますね。7番、16番人気です。12番人気は8番、17番人気は早ひでちゃん。7番人気は10番、ビワ早ひで。ちょっと厳しいメンバーですが、ね、強い子が揃っとる ね、ね、アイリンさんね、すごい面白いよね。あ、ケイロクさんも、あ、本当すごいね。登場人物に三国志強い人がおってね、すごいね、面白いよね。ジュノさんね、オープニングすごい素敵だよね。コウメイさんが踊るのすごい好き。ここは負けられない1番人気、ね、KBY さんね、そうそう、やっぱりそれの話題も出ちゃったよ。貫禄すら感じてしまいます。見事勝利してダービー馬娘の夢を掴んでほしいですね。どっちもあれじゃね、ニコニコ動画で見ちょるよ。コメントがついとってね、コメントでね、すごい三国志の解説も入っちょるの。あ、ケイロクさんは三国志のエピソードから撮っちょるんじゃね。あ、アイリンさん、三国無双ね。なんか今回、今ね、アニメやっちょるナレーションの人もなんか無双の人らしいがね、すごいよね。あ、ヒロさんいらっしゃい。あ、ね、うちもね、なんか読み放題じゃったかいね。その時にちょっとね、見たよ、横山三国志ね。お母さんにお茶ね買っていく話から始まってやつじゃね。ね、みんなね、すごい好きな武将いっぱいおるね。よっしゃ、よっしゃ、ほいじゃほいじゃ、レースいくが。よいしょよいしょ。真ん中より外枠じゃね。ねえ、和光さんね、すごい有名な作品じゃもんね。ほんとじゃね、真ん中、ウォッカちゃん。隣には早秀ちゃんがおるんじゃ。ね、まずはもう出走。出走じゃね。タキオンちゃん頑張って。さあ、出走だ。あ、KBY さんスタンプ持っちゃるの？ね、すごい。汎用性高そうじゃね。ね、コチさんが言うちゃるね、孔明の罠だとか、ムムムとかありそう。すべての馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に定跡を残すのは誰だ。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はアイネス風神、ね、2番人気を紹介しましょう。ナリタブライアン。このファンファーレもすごい、もう耳なじみがありよるね。ここまで無敗、サツキショウ馬娘アグネスタキオン。うん、ケイロクさんね、頑張って、ね、2冠目をかけてダービーに挑みます。タキオンちゃんはどっちかって言ったね、計略する側じゃけんね。整いました。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか。じゃあ、交換距離じゃね。先行争いはアイネス風神、メジロライアン、アグネスタキオン。期待通りの結果を出せるか。すごいすごい。アグネスタキオン、アイネス風神、快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはアイネス風神。このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かっていきます。先頭はアイネス風神、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を行うのは、コッチさん、ほんまにねえ、誰が来るか楽しみじゃね。1馬身離れて3番、そ
そしてその外から行ったのはスペシャルウィーク。そしてその後ろから行ったのはスペちゃん来ちょる。あーブロックされちょるかな。少し離れてアグネスタキオン15番。続いているブチを回って動くか。それを見るように2番ナリタブライアン並んできた。2馬身3馬身開いて4番。少し後ろから6番、ね、頑張ってほしい。向こう正面に入って先頭から進んで真ん中過ぎよるか。振り返っていきます。アイネス風神まだリードをキープしています。続きました16番。その後3、4馬身開いてメジロライアン4番手にスペシャルウィーク5番手。8番外から3番。外から外から15番アグネスタキオン。どうなるねどうなるねどうなるね。1馬身差動くか。そしてその後方にはナリタブライアン後ろ2番。あ、馬通が来ちゃう。馬通来ちゃう。成田大臣。そしてそのうちから来たのは6番。そして7番。つまんちょるね。どうなるんじゃろう。12番メジロライアン先頭進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大きな木を越え4コーナーへ。さあいよいよ決戦だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。うわどうじゃねどうじゃね。ここから捉えることができるのか。タキオンちゃん頑張って。タキオンちゃんタキオンちゃんタキオンちゃん末脚末脚もっちゅらんけど末脚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 やっちゃうやっちゃうアグネスタキオン着彩上の強さを見せた見事な勝利です。すごーいすごーい2冠達成。そして秋の京都へ伝説は引き継がれていく。うわなんかすごいナレーション実況がかかったがすごいすごい嬉しい。これが研究の成果さ。わー光ってきてよかったねえみんなありがとうすごい。末脚もちょらんけど末脚発動した気がするがわーすごい一番になれると思わんかった。みんな応援本当にありがとうね。あの三国志の話題したのがよかったんかね。すごいああ、嬉しい。ね、今日のうちは光るそばまんじゃねえ。うん。嬉しい、すごい。ね、あの途中ブロックされちゃったからもうすごい心配じゃったんよ。ね。ねえ、KBY さんも、かやさんも、アイリンさんも、ジノさんも、ヒロさんも、ケブネルさんも、ケイロクさんも、コッチさんも、ワクオさんもありがとう、本当に。ね。ちょっとね、あの、あのさね、すごい、光明が見えてきたが、夢の三冠。ね。そうじゃね。今日はずっと光りっぱなしいけそうじゃよ。ほいじゃん、ほいじゃん。ライブは、じゃあ、ライブはね、ちょっとあの、菊花賞まで撮っちょく、菊花賞まで撮っちょく。秋の京都へ伝説へ、伝説は引き継がれていくは、二冠達成時の汎用実況。ねえ、すごい。なんかそう、そんな、すごいタキオンちゃんに会っちょる気がしたの。どうせ、次やる予定のね、カフェちゃんでもし光るイベントがあるよったら、うちまた光るかもしれん。ね。夢の三冠。うちにとっても夢の三冠じゃねえ。彼女には不明瞭な部分が多いが、それでも走る姿は変わらず魅力的じゃねえ。ね。いっぱい走る君が好き。あ、元ネタはディープインパクトちゃんの。ああ。ね、うちも知っちょるすごい、あの伝説のつよつよ名馬じゃ。ねえ、お疲れ様。いい走りちゃったよ。どうしたんだい？ねえ、和光さんね、カフェちゃんね、すごい、楽しみ。あの、タキオンちゃんのなんかあの、補足にもなるってなんかのコメントで見てからね、そう。あの、話が実続きになるかなって思って。ねえ、タキオンちゃんね、すっごい嬉しそうな顔しちゃるが。
そうそうそう。ね、タキオンちゃんとね、あの、被害者仲間だからね。次は菊花賞。ああ。ねえ、ケイロクさんね、すごい、あれだよ。カメちゃんのすごい、演出すごいね、かわいいの。なんかね、走る。トタトタ走って。おすすめだよ、すごい。うちもガチャエースの時に、わー、かわいいってなったもん。次の G1 レース、菊花賞は、ローテーションにしっかり。うん。あれ？これからは特に、あまり期待はしないでおくように。え？どうして？でもその顔は期待しといてって顔じゃない？ねえ、ケムネルさん、どうした？え？なんかね、日本ダービーはすごい、なんか、やる気出してくれちゃったのに。菊花賞までフル充電。そうじゃね。ね、余裕があったらレースに出るぐらいで、あとはステータスのね、補強で、できたら良いね、菊花賞。どこかチューブラリンなまま、菊花賞を目指す日々が始まったんよ。そうじゃね、和光さん。そうかもしれん。食い下がり。やっちゃう。3着以内じゃけど、1着取りたいな。あ、ほんとじゃ。ね。やっぱり、みんなが言うちょる通り、夏休みイベントが始まりよる。あ、観測さん、ほんまに？ね、楽しみ、ほんとに。カメちゃんと、あやべさんがすごいって聞いちょるからね、すごい。三冠取りたい、ケイロクさん、ほんとに。メインストーリーでも言うちょったけど、やっぱりね、このゲームに挑戦しとったら全トレーナーさんの夢じゃよね。ショータイム。なるほど。月経杯。現在最も期待度の高い馬娘を集めて行うエキシビジョンレース月経杯。中距離特化。ね、滝音距離は中距離が A のみで、スキルも覚醒でも、レースプランナーと根幹以外は中距離スキル。ね、ちょっとスキルのね、取りどころが大事だよね。ライブやセレモニーも予定されちょり、その規模の大きさに注目が集まっています。月経杯という名は、月経樹から拝借しました。花言葉は勝利、栄光。これは月経杯において、馬娘に目指してほしい大使です。相変わらずスピーチがね、お上手じゃね、会長さんは。ええ。つまり、エキシビジョンレースと銘打ってはいますが、いわゆる模範レースというより、G1 レースにも引けを取らない、各世代を代表するような、馬娘を集めた最高峰のレースを、すごい。スマブラじゃあ。あ、月沼さんいらっしゃい。今日はね、発光しながら実況してるよ。ねえ、月経館って読むんかね。架空のレースなの？架空のレースなんじゃすごい。ありそうな名前じゃが、ねえ。ねえ。うちが言うちょった縄文杯より全然合いそうじゃよ。ねえ、かやさんね、ほんと、ルドルフ会長しっかりしとるよ。そうなの、こっちさん。すごいね。ルドルフ会長とゴールドシップちゃんの、あれなんじゃね、すごい、血が流れちょる子が、ねえ、どんな子なんじゃろう。はい。
G1 レース総レベルのレースをこの夏の時期に開催することで、ウマ娘界さらなる活性化を、ウマ娘と一口に言っても多種多様、才能があっても力を十分発揮できちょらん、または己を信じきるちょらん、ウマ娘は多い。それで、あーすごいね、パリピ孔明みたいなこと言うちょるがね、夏にやるんじゃね、合宿どうなるんじゃろう。それが彼女らの、ひいてはウマ娘界の未来につながると私は確信しております。ね、並走しちょった会長、あれかね、タキオンちゃんに遠回しに伝えちょるんかな。招待状が届いたその日、タキオンちゃんと月経杯を取り上げてる生中継を見ちゃった。へえ、そうそうたるメンバーはどんな子が集まりよるの。さっきの東京優勝もすごかったよ。期待度の高そうなレース、出走者は完全には決定しとらんものの、専門誌などで、ああこれおとなしさんがすごいね、嗅ぎつけてきそうじゃね。ウマ娘界隈で今一番期待されちゃるレースね、新しいレースじゃもんね、それ話題になるよね、トレンドじゃん。タキオンちゃんも出よう。お、なんでその顔。まあねとため息をついた。東京優勝で頑張れたタキオンちゃんだったらすごい。強い競争相手は自分の限界を引き出す、トリガーになる。ね、そうそうそう。ねえ、K6 さん乗り気じゃない。どうしたらいいんだろう。でも、ねえ、研究のためにも、ねえ、すごい子が集まると思うんじゃけどな。G1 の上の格付けをしてあげんと、タキオンちゃんはそこ見ちゃるんかね。うん。一晩考えてみる。行けたら行くってこと？キビスを返してトレーナー室出て行ってしまった。その日の夜。いや、じゃあ練習に来てくれちゃる。特訓？そうそう、こっちさん。行けたら行くわ。危ないやつじゃね。ねえ、月経杯。うん。ん？プラン A かプラン B。何のこと？何のこと？あ、うちにも内緒で特訓しとるの？ねえ、ケイロクさんね、なんか重症かどうか意識しとるんかって思ったけど、タキオンちゃんってだって自分の研究が一番じゃもんね。そう考えたら、ねえ、ワコーさんの言うちょる通り、ただの照れちゃったらね、すごい安心なんじゃけど、でもすごい、タキオンちゃんの、こんな心の声すごい、ねえ、もっと、もっと早くって。ん？ A か B か。大丈夫？ちょっと今、ヒヤッとしたよ、ヒヤッとしたよ。サツキショーの時点で分かっちゃったこと。何？ウマ娘の足に眠る可能性の果て、この肉体で到達しうる限界速度、あれかね、VR ゴーグルつけちゃった時の、ねえ、こっちさん、足の具合がもしかして、未だ影すら見えぬほど、遥か彼方、ねえ、すごい。こんなに楽しそうに走りよるのにね。うん。だった、
いい志しちゃった？どういうこと？あ、そっかそっか、観測さん、あの、会長さんと並走しとった時じゃね。史実がやっぱり絡んできちょる？うん。月経杯出る。プラン B を成功させる。プラン A は何なの？翌朝。トレーナーくん。なんじゃろ、昨日とまたテンションがなんか違う気が。ねえ、月経杯に参加する。嬉しいけど、嬉しいけど。実にいい気分だ。ああ、もやもやする。もやもやする。なに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 ？残せるぞ。プラン B に決定ね。どうなるんじゃろう。プラン A も気になりよるけど。ねえ、どうなるんじゃろう。すごい。ドキドキするけど、ワクワクもしちょるが。ちょっとね、じゃあコーナー校舎取るね。コーナー校舎、はい。あ、でも割引のことがあるから、ちょっとまだ取らんで大丈夫じゃん。戻る。今日は何から始めよう。何から始めようかね。ローテーションは、ねえ、ケイロクさんね、そうなの、さっきのサキオンちゃん目線の話が入るからすごいドキドキするんじゃけど、うん、そうじゃね、ワッコーさん、割引マッチョク、半額シールとか貼ってくれるとすごい嬉しいんじゃけど、宝塚記念、宝塚記念、宝塚記念、どうしよう、どうしよう、宝塚記念ちょっと撮りたいな。ウマ娘メモ帳。宝塚の後に合宿。ああ、そうじゃそうじゃ。コッチさんの言う通り。これは得策なのかな。ねえ、K6 さんでレースは出たいよ、すごい。そう。まさひろさんで合宿前じゃよね、ちょっと。でも三冠じゃよ、三冠取るの。ねえ。そう考えたらちょっと一本には絞っ、うん。やるからには突き詰めよう。好奇心が猫を殺したとしても、可能性を無視するよりは。ね、欲張りさんはいけんよね。ここは手堅く練習して、お休み取って体力回復して、夏休みに備えるのが一番じゃね。あ、カイトさん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。そうなんよ、今日はね、タキヨンちゃん育成で、光っちゃるの。賢さトレが安全。ね。でもどうしよう、スタミナも欲しいが。あ、うん、前半じゃから大丈夫じゃと思う。ここはね、これじゃね、スタミナ行くが。いいとも。ね、ケイロクさんね、バッチリそう。ねえ、カイトさんね、すごい、タキオンちゃんね、可愛いんじゃけど、今すごい、なかなかすごい、含みのあることいっぱい言っちゃって、すごいね、ドキドキしながら今ストーリー読んじゃります。ねえ、夏休み。ねえ、でもすごい、タキオンちゃんすっごいやる気になっちゃるよね。月経杯に出ると決めた日から、タキオンちゃんは毎日、新記録を叩き出しとる。
ね、あのルドルフ会長と並走してね、すごいね、横に並べるぐらいじゃもん。他の子もすごい、ね、タキオンちゃん意識しとるね。月経杯、他に、他は誰、ね、どんな子が出るんじゃろう。ゴルシちゃんの育成なら特殊イベントのトリガーになるけ、あ、出るしかない。つきものが落ちたかのようにグランドを駆け抜ける背中は目覚めた天才の空じゃったねえ、タキオンちゃんすごい。一時期は練習も来てくれんから心配じゃったけど。ああ、ねえ、かといって急にいっぱい練習してくれるのもそれはそれで不安なんよねえ。急にどうしてかね。宝塚のターンにキャラたくさん集まってどうかで、あ、かやさん、そうじゃね、そうじゃね。あ、ただのおじさん、いらんさい。遊びに来てくれてありがとう。チャンネル登録、どうもありがとうございます。ね、今日もね、タキオンちゃんの育成後半、第2回目、頑張っていこうと思います。無茶しすぎちょる。ねえ、まさひろさんね、タキオンちゃん体大事にしてほしいが。あえて言うなら選択をしたの。ふんふん。それがのプラン B のこと？行くとしよう。はい、もう正確に。うん。ね、そうじゃね。彼女を支えるのがトレーナーの役目じゃね。あ、たけしくん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ねえ、その日の夜にやる気を見せちょる彼女のためにできることを考えちょった。うん。トレーナーだからこそできることきっとあるはずじゃよね。そうじゃん。月経杯の出走者リストとね、どんな子が出るかすごい気になるもん。なるほど。天候ババ状態癖ね、これがメインストーリーで言っちゃった資料集めじゃねえ。彼女たちの性格から家族関係、ライバル、得意なコース、不得意なコース、家族関係も大事なんかね、やっぱり。ジノさん、速報ありがとう。チャンピオンミーティングのレギュレーションの変更。うちも参加賞だけじゃなくて、参加できるようになるんかな、ちゃんと。ね、なかなか、挑戦したみたけどね、勝つの難しかったが。ね、ケイロクさんね、すごい、がっつり調べちょるよね。ね、すごい。張り切っちょるね、トレーナーさん。いいだろう。ねえ、すごい。タキオンちゃんの役に立てたんだったらすごいね。調査した甲斐もありよるね。あ、つよしさん、こんむい。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。あ、運要素が減った感じ。ねえ、アイリンさんがね、見せてくれたんじゃけど、新聞記事、うちもね、ゲットしたい。ねえ、一番になりたいとは言わんけど、新聞記事はうちも欲しいの。ねえ、ツイッターにうちも貼りたい。ねえ、タキオンちゃんはこういうデータ見るの好きそうじゃね、すごい。彼女が熱心にうちのデータを。ん？ね、他に何かできることあるかね。ふん。え？10日
ほど関係。ちょっと、いい BGM 流れとるのに。あ、もしかして缶詰、特訓ってことかね、合宿。あ、オープンリーグの上限が B から A プラスまで。あ、じゃあ、うちの子も参加できる。嬉しい。最近の子もね、挑戦できるが。ねえ、K6 さんね、せっかく盛り上がっちゃったのに。ねえ、でもすっかり、この世界戦のトレーナーさんはバッチリ調教されちょるが。ああ、でもね、和光さんね、B 社とね、二人しか参加できんくてから、そう、育成で作った子ね、三人目が用意できておらんくて。ね。へえよ、すごい。10日間。練習関係じゃったらもうね、ウェルカムじゃね？ね、アイリンさんね、そうそうそう、そうなの。ねえ、カヤさんもね、そう。普段育ちしょる子がね。あ、ワコウさん、うちと一緒じゃん。うちと一緒じゃん。ね、また馬娘の薬。ちょっと待って。薬を飲んでもよい。どんな実験にも付き合うよ。と、大丈夫かね？お口は災いの元じゃよ、それ。あ、監禁は冗談。メインストーリーで拉致されたこともあったっけ。ね、メインストーリーと、最初のストーリーの時もね、保健室で縛られちゃったからさ。ふん。ねえ、まさひろさんね、ランク上限引き上げてもらえたけんね。うちが育成しとる子も参加できるけ、楽しみじゃねえ。ナイスネイチャちゃんの新章。ねえ。アイリンさん、ほんまにすごい。楽しみ。ねえ、月沼さんね。観測さんね、そう、タキオンちゃんが止める側になるレベル。いやー、タキオンちゃんのね、走る姿に惚れ込んだけんね、うち。本気を出して彼女の魅力を伝えようとしたけど、ええ言葉が浮かばんかった。アイリンさん、ほんまにちょっと後で見んといけんね。グラウンドで見た彼女の姿。へぇねえ、土ぼこり、足音、遠ざかる背中、そのすべてが光を放ち、目を奪われた。ねえ、なんだってしてあげたいんよ。大丈夫かな？ねえ、あなたと一緒に、限界の先へ行くためなら、そう続けると、彼女が珍しく黙り込んだ。ねえ、現実取っちゃったね。ねえ、ちゃちゃんの新章かわよい。わー、楽しみじゃねえ。ねえ、トキヨンちゃん？あれ？コメントは何？え、キングちゃんの新章来たの？お誕生日に合わせてくれたんじゃんの、ティーオルさんが言うちょったの、木曜日。ああ、すごい。ガチャ配信でね、キングちゃん目指すのちょっと目標できたかも。ね。私も一緒に果てが見たい。なあ。そうじゃね、そうじゃね。うん。あ、今年もゴルシウィークあるん？わー、すごい。アイリーさん、楽しみにしとく。ゲーム起動したら演出流れるもんね。うん。私の担当トレーナーになるために、奇妙な色味の薬を3本飲んだ日。ね、もう飲んだおかげで今、こうして光っちゃるよ。
んなすごいね。サイゲさんありがとうじゃね、ほんと誕生日のお祝いがほんと嬉しいね。ねえ、あざかさんね、なんかゴルシウィークに石配ってほしいが。懐かしむように彼女は目を細めた。ねえ、和光さんね、心配されとるんかな。あの時夕日に照らされた君は、随分狂った色の瞳をしちょった。おお。タキヨンちゃんにそんなこと言われるが？ねえ、ティーオルさんね、新衣装の情報はすごい嬉しい、本当に。ありがとう、みんな教えてくれてから。いや。もう、あれじゃね、ゲームつけるの楽しみじゃね、次。そう言うと、タキオンちゃんはこちらをじっと見据えと。君は今も、随分狂った色の瞳をしとる。瞳だけじゃないけどね。ゴルシ、ケムネルさんね、それぐらい欲しい。ふん。私は奇妙なものに惹かれるたちでね。と、彼女は小さくため息をついた。魔法のカード、ね、そのカードの発動はちょっとためらいがあるんよ。覚悟を決めたばかりじゃった。かっこ悪いことこの上ないぞ。何の話じゃろう。ねえ。バンブーって何何？ねえ、いろいろしん、ねえ、そっちの配信もちょっと後でチェックせんといけんね。ジュエル配布もあり、ガチャ無料もある。ほんまに？ログボでもらえる。ねえ、すごい嬉しい。可能性がゼロでないのならば、諦めるのはまだ早い。ねえ、あざかさんも、もしかしたらあれじゃよ、無料ログインのね、ガチャで、来てくれるかもしれん。ねえ、うちもね、それでたまちゃんお迎えできたもん、ほんとに。さらなる実験に付き合ってもらおう。モルモットくん、トレーナーさんじゃないんじゃ。ね、一緒に頑張ろう。あさかさん一緒に頑張ろう。トレーナーくん、これから起こるトラブルの半分は君のせい。でもトレーナーとして望むところじゃね。タケさんいらっしゃい。ね、タキオンちゃんすごい意味深じゃね。ねえ、アイリンさんね、すごい。ええタイミングできたね、ちょっと。姉ちゃんちゃんとね、キングちゃん狙いたいが。そしてその日、彼女は、3週間ぶりにトレーニングをサボった。どういうこと？翌日。あ、ねるちゃん、こん、いらっしゃい。石は十分にあるけど、ああ、なさひろさん、そうなの。ねえ、でも、せっかくのゴルシウィークじゃしね、引いてほしいが。ね無料で来た、無料で来たってね、まさかさね、素振りせんと。なあなあ。朗報。え？ん？ちょっと待って、タキオンちゃん。イベントストーリーもキングちゃんっぽいの。あ、アイリンさんありがとう、ちょっと。なんかそっちの配信もできたらいいんじゃけどなー、してみたい。彼女は詳しいことは話す。また研究室にこもってしまった。待ってー。ねえ、みんなねるちゃんに挨拶本当にありがとう。すごい、今コメントですごいみんながねるちゃんやっほーってすごい挨拶してくれて、いつもすっごい嬉しい。ありがとね。タキオンちゃんの急で一方的な判断は各所に大きく報じられることになった。
だって、タズナさんがまたね、バタバタしそうじゃが。ねるちゃんね、今ね、東京優勝はね、優勝できたよ。これからね、菊花賞で、三冠取るのが目標じゃね。ヒロさんもカヤさんもありがとう、本当に。トレーニングも研究も同じこと。さあ、始めようか。実験の日々を。そうなんよ、ジュノさん。何この、話に戻すと、ね、やる気になったのに取りやめ。やる気になったのに取りやめ。どういうこと？すごい矛盾しとる。実に。ねえ、ケイロクさん。本当に振り回されっぱなしじゃね？これは、戻る。さてさて、何をしようか。マイクロフィラメントのネジ。あ、コーナー校舎、そうじゃ、割引で取らんって言うちょったんじゃ。今日は何から始めよう。ねえ、従順になるしかないんかな。参考にしよう。ひとまずお休み取るが。ふわ、今日の実験じゃが、うにゃにゃ、今朝までかかって、もうあとまた実験に夢中になりよったんで。ねえ、和光さんね、もうはてなはてなはてなじゃねえ。もう眠そうじゃねえ。ね、急にエンジンかかったんかね。ね、夜更かしイベントじゃん。あまり休めんかったようじゃ。30回復。でも、バットステータスはつかんかったから大丈夫かな。ね、和光さんね、ちょっと、最近サキオンちゃん、遠慮がなくなってきちょるね。せめてもう少しね、嘘でもいいからトレーナーさんで言ってほしいが。ヒロさん、レースプランナー詰めんのんじゃったら、スタミナは400近く。ねえ。足りちょらんところ補強したいよね。流氷さん、こんばんは。いらっしゃい。ねえ、流氷さんで、ね、また次のパカライブ期待しとこう。この調子だとね、みんなにすごいどんどん、推しの子にどんどん新衣装来るよ、きっと。ねえ、バステは許されたが？遠慮がないくらいっていう解釈もあるかね。いいね。休み一つ入れるとして3回のトレーニング。そうじゃね、ジュノさん。見極めが大事じゃね。できれば虹色踏んでいきたいんだけどね。暑さに負けず、気合を入れてモルモット。うん。流氷さんね、それはすごい。期待しちゃうね、すごい。うちもね、流氷さんと同じだったら絶対がっかりしちょる、それ。ね、次のね、来てほしい。ね、でもタキヨンちゃんがすごいこういうの、暑いの苦手とかじゃなくて、すごい楽しもうっていうのがすごい嬉しいな、すごい。タキヨンちゃんと波乱を含んだ夏合宿がスタートした。ねえ、まさひろさんね、謎謎謎じゃねえ。モルモットに。今日の私はいつにも増して可能性に満ちている。虹色じゃ、虹色じゃ。でもスタミナが400じゃもんね。ねえ、ヒロさんね、ちょっとね、敬遠もしちゃうよね、ちょっと、この時の。無料ガチャでね、すごい来てくれるとすごい、うちも嬉しいんだけど。400。まずはスタミナかな？ジュノさんの言う通りじゃね。サフラディーンさん、いらっしゃい。
Thank you for coming to watch my channel. で、be careful、気をつけるね。ありがとう。ほいじゃほいじゃ、スタミナ踏むね。お願いします。はい。すごい。まだ虹来とる。いい気分だ。あ、マリアさん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ね、今ね、コメントでも教えてもらったの。新社の子が二人来たんでね、すごい。うちもめっちゃ嬉しいよ。川上ちゃんの子も、あ、川上ちゃんまんまで可愛い。ね。ねえ、楽しみ。単発無料もあるし、5640ジュエル。嬉しい。スピード、スピード。ねえ、姉ちゃんと川上ちゃん。うんうん。どうしよう。あ、そうなの、アイリンさん。ヘアスタイルも合わせてくれたんかな？スピードじゃね。ちょっと、虹がせっかく出ちょるんじゃもん。川上ちゃんの無料 SSR のサポか。ね、そう。本当は、こっち踏みたいな、こっち。こっち踏みたいんよ、本当は。でも誰もおらんのんじゃったら、やっぱり、これじゃね。トレーニングの時間ですね。この状態で走ってもな。あ、賢さ来ちょる。よいしょ。一緒に頑張ろう。あ、休んで、あ、そうじゃ、そうじゃった。休めばよかった。夏合宿。この期間で来る G1 レース、菊花賞に向け、タキオンちゃんの能力をさらに底上げ。ね、カードにストーリーがすごい充実しとるね。ジノさんね、すごい。4周目どうじゃろうね、気になるが。タキオンちゃんに筋トレをさせられちょる。え、なんで？バコーさんありがとう。ね、うちついついね、すごい、あるもの手に取ってしまうからね、虹が出ちゃったらすぐにもう釣られてしまうが。なんでうちがトレーニングしとるの？夏合宿とはいえ、いつもと変わらず、実験に役立てる。これは実験なんかな？トレーニングじゃない？よし。ねえ、ワコワさんね、ついつい釣られてしまうんよ。うちのエンドルフィン？ねえ、ヒロさんね、そう。記者が数名走り寄ってきた。ねえ、走るスキル欲しい。タキオンさんですよね。ああ。タキオンちゃんがね、トレーニングするんならわかるんじゃけど、月経杯への、あ、やっぱり来たね、この話題。長距離じゃからね、スタミナが欲しいね、こっちさん。ほんとじゃね。夏合宿前、彼女が独断した直前での月経杯の参加取り消し。ケムネルさんね、でも、どうしたの、でもさすがにこれは、ね、招待状来てるのにね、お断りしたし、さすがに記者さんも聞きたくなるのはわかるが。ねえ、マリアさんね。あ、メイブさん、ゆきか、メイブゆきかずさんいらっしゃい。ねえ、パカチームすごい。新章の子とかね、ゴールデンウィーク、ゴルシウィークの話題も来て、すごい楽しそうじゃね。ウマ娘会を盛り上げるための特別なレースと位置づけられちょるため、波紋は広がり。ねえ、アイリーさんも一緒じゃ、お友達じゃ。ねえ、ワコーさんね。彼女の責任感のなさを、あー。でもこれに関してはね、体調のこともあるからね。
いろいろあるし。やれやれ。あ、ねえ、セプテンさんね、すごい。架空のレースなんてね、名前はすごいありそうなのにね。取材などは一度ね、学園を通してから、手綱さん通してからね、来てほしいが。持って入ると、彼女に向けられていたマイクが一斉にこちらを向いた。彼女の参加取り消しによって生まれたトラブルについて。ねえ、ジノさんね、さすがそうだよね、やっぱり。レースプランナー、レースプランナー取りたい。ねえ、マリアさんね、アニバーサリー行ったけんね、倍付けとかもしてほしいよね、すごい。トレセン学園在籍していながらデビューへの熱意も、そこは別に関係ないが、今頑張ってるんじゃから。なあ。そうなんだ、キングちゃんのところとかにもいろいろ調整入っとるんじゃ。楽しみじゃねえ。彼女はトレーナーというよりモルモット。ちょっと待って、タキオンちゃん、ここはうちに守らせてよ。一人の才能ある馬娘として、馬娘界の未来や責任について。会長さん、会長さんほど。ね、今は一生懸命頑張る時期だから、ちょっとそっとしてほしいんだけど。ああ。会長とは違うよね。そうじゃね、K6 さん。うちのあのリストにはね、レースプランナー見えちょらんかったよ。ねえ、メイブさんね、なんかすごい、チャンピオンミーティングもなんか調整入ったんでね。と、ポニーテールねえ、何か馬娘界の未来につながることが、ねえ、アイリンさんね。いや、ほんとほんと、新車狙いたい。たしろぐ記者たちに、タキオンちゃんは厳しさを返した。まったく。せっかくの夏合宿なのに。悔しげな記者たちの表情に、一抹の不安がよぎる。ねえ、すごい楽しみ、こっちさん。馬娘界の問題児、アグネス・タキオン。すごいね、何一つ間違っちゃらんね。夏合宿では、趣味の実験三昧、トレーナーをモルモット呼ばわりし、過酷な実験道具に、すごい、何一つ間違っちゃらんが。アイリンさん、腕章つけちゃるの。あー、すごい気になるな、それ。セプテンさんね、そうじゃね、そうじゃね。タキオンちゃんもそうだし、オペラオちゃんもそうだし。いやー、でも、ケムネルさんね、何も間違ったこと書いちゃらんよ、これ。ねえ。ねえ、ジュノさんも10連一発勝負。75,000。ねえ、大事に取っちゃかんとね。そうなんよ、間違っちゃらんのよ。ねえ、マリアさんね、すごい楽しみ。悪意はあるが嘘は書かれちゃらん。そうじゃね。この状況が今後、彼女のレース人生に悪影響を与え保証はない。ああ、でもそうじゃね。そうじゃね、流氷さんね。トレセン学園通してくれちゃらんもんね。ふかふか飯さん、いらっしゃい。こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。今ね、タキオンちゃんの合宿、頑張っちょるよ。ねえ、アイリンさんね、ちょっと
うちのちょっとゴールデンウィークはちょっとどうなるかわからんのじゃけど、うん、あの期間空いちょったらね、すごいやりたい。うん、月経杯なんでやめてしまったの？どうしたんだい？タキオンちゃんだったらね、絶対ええところまで行けるよ。ねえ、ストーリー見たい。考えてみちょったら、君はほぼ何も知らん。異常じゃよ。なんで夏合宿でうちがトレーニングせんといけんのよ。ねえ、まさひろさんね、ほんと、このタキオンちゃんのね、すごい、つよつよメンタルを見習いたいが、今はまだのっぴきならない事情があってね、結果が出たら報告する。にゃ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 。何も知らないままでは、いざという時に彼女を守れない。あ、そのためにうちを鍛えとるってこと？ねえ、タキオンちゃんが心配ないよ。なるほど。ねえ、ヒロさんね、なんかこう、なんて言うんじゃろ、マイペースに頑張ってる子に対してちょっとね、風当たりが強いっていうか。一つ伝えておくと、共有の不足は考慮した上での選択。あ、流氷さんそうじゃよ。ストーリーで色のついたお薬3本飲んだ結果じゃよ。うん、月経杯の事態もそれなりに大いなる理由がある。うん、ああ、すべてうまくいったらきちんと話してくれるんね。うん、まあでもね、タキオンちゃんがね、やりたいことがあるんだったらね、やりきってから、すっきりしてから話してほしいね。アイリンさんね、だって漫画の主人公になっちゃるもんね。オグリちゃんって。それだけ人気だったってことじゃもんね。うん。タキオンちゃん信じるが？ね。あさかさんね、多分ね、この配信限定だと思うんじゃけどね。うん。あ、マリアさんね、そう。みんなの応援のおかげなんじゃよ、本当に。ありがとう。ね。頑張ってね、1000人行けたらすごい、嬉しい。ありがとう。あ、和光さんね、そう、おぐるちゃんのぬいぐるみね、すごい。本当にぬいぐるみ欲しくなるね、あんだけ話題になっちゃると。実験と行こう。そうと決まればビーチへ行こう。天気は晴れ、湿度も良好、実験日和。今度は何の実験かね。エーププラン A が検証段階。トレーナーね、ワクワさんね。ね、アイリンさんね、すごい人気な、ね、売れたってことよね、すごい。筋力トレーニングと砂浜トレーニング。筋力トレーニングと砂浜トレーニング、どっちがええんじゃろ、これ。筋力はパワーっぽいが、砂浜は、スピードかね。あ、上がパワー。どうしよう、下が根性。あ、あさかさんありがとう。あ、観測さんもありがとう。じゃ、断然下じゃね、下が根性足りちょらんもん。あ、ヒロさんもまさひろさんもマリアさんもありがとう。もう、心強いトレーナーさんがおってうち嬉しい。ほいじゃほいじゃ、砂浜ランニングじゃね。いいだろう。ね、タキオンちゃんがやってくれるんじゃん。ね、タキオンちゃんのせいなんじゃけどな。プラン A の検証には、私自身の肉体が検証不可欠。
行くとしよう。はい。全キャラ共通なんじゃん。タキオンちゃんだからなんか特殊なことがあるわけじゃないんじゃね。よかった。どのキャラも共通。ねえ、マリアさん本当にありがとう。みんな本当にありがとうね。あ、ほうきさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ね、今日はね、うち特別カラーじゃよ。ねえ、ケムネルさんね、すごい。どういう風の吹き回しなんじゃろう。彼女の瞳は、ランランと輝いていた。しばらく見ていなかった、ギラついた色。え？あ、セプテンさん、みんな、昨日、おとといいうちょっと隠しイベントじゃね、それ。あ、ティーオルさん。ね、光っとるよ、今日のうちは。これは共通イベントじゃないはずじゃよ。彼女は菊花賞への出走を正式に表明した。不真面目な様を切り取られていた彼女へのバッシングと炎上は凄まじかったが、うん。うん。嘘を書かれちゃう。嘘書かれちゃらんならもう仕方がないね。もう。あ、朝香さんは、そうじゃったんじゃ。ねえ、急にレース変更されるの辛いよね。うちもそれ、ねえ、言っちゃったらちょっとすごい。無理しちゃったかもしれない。さすがの私も研究続きでは体力。お正月の初詣と、クラシック級の夏合宿の選択は全キャラ共通なんじゃ。なんかみんなね、前振りのストーリーがバラバラじゃからさ、ね、何かしらこう差があるのかと思っちゃったけど、そうじゃないんじゃね。休息すべきだね。21%。 そうじゃねえ、ジノさんね、これはちょっとお休みかな。せっかくだしね、水着のタキオンちゃん楽しむが。ヒロさんはじゃ対策バッチリじゃったんじゃ、すごーい。ねえ、マイル。ねえ、長距離適性はね、上げちょるけど、マイルを、長距離適性は確かうちの子。ねえ、無理じゃよ、無理。ねえ。この状態で走っても、はい。悪くない。ねえ。今度は寝不足せずにバッチリじゃね。ね、濃密な夏合宿じゃったね。虹色イベント全部踏めたのはすごい良かったよ。あ、保険でマイル B にというリリース。あ、そうなんじゃ。そうなの、まさひろさんね。あれじゃよ、サイゲさんのもの書いてね、脚本書いてる人がすごい巧みじゃからね。ねえ、キャラクターごとになんかこう違いがあるんかなってついつい疑っちゃう。ねえ、ヒロさんね、D じゃもんね。うちじゃ、ね、普通の育成しとったら絶対距離適性ないからね、不満ようなレースイベントじゃもんね。プラン A って何なんじゃろう。行くとしよう。うん。謎は解けないまま、夏は終わり、菊花賞に向けてトレーニングを重ねる日々が始まった。あ、アイリンさんお疲れ様。うん、育成頑張るね。あと、三冠目指して頑張るけん。
ギアシフト。やるからには突き詰めよう。あ、スタミナきちょる。ねえセプテンさんね、あの三冠取るためには長距離適性上げたいのにね、マイル上げんとって言われたらね、ムムムじゃよ、ムムム。スタミナお願いします。積み重ねや繰り返しが大切ね。あすごいすごいすごい、めっちゃきちょる。こっちお願いします。ねえ、あのマリアさん大丈夫じゃったよ、やる気下がらんかった。今日の私はいつにも増してか。わーすごい、ラッキーね、スタミナブーストすごいありがたい。あ、もうスタミナいっぱいあげちゃおう。お願いします。ん、ある日公園にやってくると、マーベラス。あ、マーベラス、マーベラスのお姉ちゃん、マーベラス。ね、マーベラスサンデンちゃんは今日も元気だね。え、マーベラス、ねえ、マーベラスってすごいとかって意味じゃなかったかいね。ねえ、マサヒロさんすごいスタミナブースト美味しかったね今の。どうしたらもっとマーベラスにできるかね。関西人みたいなノリと勢いで。ん？このスタミナが、ねえ、いけそうじゃね、ヒロさんすごい。自分から全力でぶつかっていくべきじゃね。よーし、あ、素晴らしい。ねえ。上でよかった？上でよかった今。すごい。フィーリングで、ポチってしてしまったが。でも、マーベラスサンデーちゃんだったらね、全力で行ったらすごい、流行りそうな気がするよ、すごい。あ、上が体力とやる気。下が半身レース上のスキル。ヒロさん、ありがとう。あ、ジュノさん、あ、こっからはスタミナはそんなに気にせんでよい？そうじゃね。あんまりスタミナ取っても、菊花賞以外、そんなにないんじゃったら。あとはスピードじゃよね、スピード。全身に熱を感じるよ。はい。あとは、割引入っちゃるかな。コーナー校舎取るが、コーナー校舎。末足も取りたいね。末足も取るでしょ？スタミナイーター。あ、最後に有馬も、そうじゃね。ほいじゃほいじゃ、180円でね、コーナー校舎買うが。あ、登山家持っちょる、登山家持っちょる。なんかね、もらえたよ。これも強いんかね、上り坂がわずかに上手くなる。112円、よいしょ。ヒロさんありがとうね、みんなの応援でね、すごい一番取ってほしい。はあ、早く理論の証明がしたいね。ほんとほんと、すごい楽しみ。散らされると無駄に高ぶってしまうじゃないか。うちもすごいドキドキしてきた。菊花賞の前日、あ、頑張り屋も良いのマリアさん。ちょっとじゃあれじゃね、スキルポイント貯めて買うが。タキオンちゃんは京都レース場へ向かうため身支度を整え寮から出た。あ、コース次第で観測さん
ね。え、どのレースも結構でも坂道はね、あの必ずあるっていうイメージがあるが、京都レース場へ、カフェちゃんもね、一緒に来るか。いいえ。己の研鑽のために私を参考にしとるね。カフェちゃんはね、なんでタキオンちゃんに惹かれとるんかな。ねえ、セプテンさんね、アイビスサマーダッシュにもね、坂道ないもんね。走り方が普段と違う気がしとるから、うん。ネタバラシ、いやー、なんかすごい、全然うち会話についていけちょらん。君の観察眼は正確だった。確かにあの時走り方の心持ちが変わっていたのだよ。ん？え？どういう事情なんじゃろう。あ、そうなの、マリアさんはね、一応ね、今うちあの先行で育てちょるよね。サシのタキオンちゃんもすごい強そうじゃね。あの馬2からの追い上げ、ほんとすごかったもん。ん？君に未来をかけている、なんかそんな話もしとった気がするが。ああ、あれはやめた。どういうこと？君にかけずとも自分の足で行けそう。カフェちゃんはわずかに表情を緩ませた。うん？うん。あ、にゃんこさーん、こんぶい、遊びに来てくれてありがとう。いいえ。プラン B のことなんかね、これが。わかんない。もう、タキオンちゃんの口からね、お話聞くまで待っとかんとけんね。ふん。ねえ、カフェちゃんもね、すごい嬉しいんかな。カフェちゃんもやっぱり心配しとるんかもしれんね。翌日、京都レース場はざわめきに包まれちゃった。問題児だけど、レース中に変なことはせんよ。あ、菊花賞が終わったら、ほんまにマリアさん、楽しみにしとく。結構な性格。ね、実力でもう黙らせちゃおう。ねえ、ヒロさんでちょっといろいろ試してみる。観客らの期待は依然低い。画線低いと。ふんふん。ワクワさん、それはいけんよ、もう。ネガティブキャンペーンは効果抜群じゃった。以前で合ってる、以前で合ってる。画線じゃなかったね。以前で大丈夫じゃった？よかった。観測さん、ありがとう。あ、ジュンさん、おばんでーす。遊びに来てくれてありがとう。ね、騒がしいけどね。元のままであること。タキオンちゃんのね、評判変えたいね。そんなことは今どうでもいい。あ、旅ガラスさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。
和光さん、そんなこともありよるの？お茶の葉入れる。え、悪いこと、お馬さんにお茶っぱっていけんの？がぜん、急に一変した状態になること。すごいね、一文字で全然意味が変わりよるね、がぜんと依然で。ね、いやー、でも、このレースってね、タキオンさんの評判、がぜん変えたくなったが？和光さん、そんなことあるの？いけんね、それ。カフェインが入ると、ドーピング剤として検査に出ちゃう。ああ、それはいけんね。ジノさん、そうなんじゃ。ああ、それはいけん、許されんことじゃね。ね、マリアさんね、帰んとね。やってみせようじゃないか。今日が頑張りどころ。うん。ここは負けられない一番人気。18番、アグネスタキオン。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。ヤンヤン1番、メジロライアン。3番人気です。15番人気は3番。11番人気は4番。6番人気。5番ゴルスさん、6番ゴールドシップ、7番人気です。ねえ、ジュンさんね、うちらでいうコーヒーみたいなところじゃよね。期待したいですね。8番人気はブルボンちゃん、キチョル。このブルボン、ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。クリークママもキチョル。クリーク、5番人気です。18番人気、11番、12番、17番、早秀姉さんもキチョル。4番人気、13番、ビワハヤヒデ。2番人気は15番、カフェちゃん。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。説明したことをいきなり使ってくると頭の回転が。え、カンス、カンソクさん、遠い側面って呼ぶんかな、ね。まさかさんね、うちブルボンちゃんも怖いよ、ブルボンちゃんも。菊花賞のクリークママは、そんなに？クリークママそんなすごいの？カフェちゃんも来とるね。9番人気は16番、13番人気、17番、注目の1番人気、18番。遠い側面で合っちょる？ケイロクさん、よかった。完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。クラシック三冠路線の終着点。ここを勝って世代最強を証明してほしいですね。クリークママって。1番メジロライアン、5番人気は10番スーパークリーク。いい感じに気合が乗っていますね。遠い側面を最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。タキオンちゃんにもね、遠い側面で頑張ってほしいが。はい、もうやれることはやったはずじゃね。ね、マリアさんね、やれることはやったもんね。よいしょよいしょ。一番外枠じゃね。うん、もう安坂さんね、後悔はないよ。やれることは全部やったもん。一番外枠、どうなることかね。よいしょ。よし。よいしょ。タキオンちゃん、頑張ってね。さあ、出走だ。うん、マクオさん、ジノさんね。まさかさんもありがとう。タキオンちゃんもね、きっとやってくれるはずじゃね。菊花賞、京都芝、3000m。クラシックロードの終着点。菊花賞を制し、最強の称号を手にするのは誰だ。3番人気はこの子です。メジロライアン。ね、ババ状態が。2番人気を紹介しましょう。マンハッタンカフェ。威風堂々とスタートを待つのは、この馬娘。ここまで無敗。2冠馬娘、アグネスタキオン。1番人気です。
見事三冠目を手にし歴史に名を刻むことはできるか。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。ドキドキする。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。高レースが来たりそうです。ウンスちゃんとブルボンちゃん。1番人気アグネスターキオ、4番会長に飛ばしていきます、ね、先頭集団を見ていきましょう。先頭は4番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。激しい先頭争い。早い早い早い、すごい早いよ。後からアグネスターキオ、内から琵琶早秀。第4コーナーを進んで直線へ向かう。メインストーリーの時みたいね。ペースをどうするかだよね。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。現在1番手はセイウンスカイ。ここで先頭が入れ替わった、ね、マリアさんね、ストーリーのスタートは良かったね。まずは1周目正面スタンド前に入った。その後ろ17番、その後からアグネスターキオ、うん、その後ろ琵琶早秀、ね、そしてその後ろから行くのは9番、溜めて待つよ、溜めて待つ。その後ろスーパークリーク、3馬審査マンハッタンカーフェ、外からメジロライオン、そして内目をつきましては2番、外から外からゴールドシップ、あとは11番14番、外から行く。少し離れて8番、その外並んで16番、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は変わらずセイウンスカイ。続いて4番ミホノブルボン、3番手小馬審離れて、ね、早い。1馬身離れて琵琶早秀、2馬身離れて9番アグネスターキオ、ここにいます。2馬身3馬身開いてスーパークリーク、半分過ぎたぞ。うまつ投げかけてきた、内をついてゴールドシップ、そして外目をつきましては14番。わーすごい離れとるが、各馬娘たちの動きが激しくなっています。依然先頭はセイウンスカイ、1馬身差4番、2馬身離れてミホノブルボン、外から琵琶早秀、少し離れて直線交差、外からアグネスターキー、すごい追い上げちょる9番、追い上げちょるよ。メジロライアン、すぐに続いてマンハッタンカー、頑張れタキオンちゃん、さらにゴールドチップ、1馬身離れてスーパークリーク、1馬身差2番、外を通りまして14番、1馬身差11番、頑張れ、すごいすごいすごい、1馬身離れて16番、後方2番手に3番、タキオンちゃん頑張って、ポイント1人、12番、まもなく第4コーナーカーブ、早いタキオンちゃん、どのタイミングで誰が仕掛けるの、まだ差が、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。残りのすごい最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはアグネスターキオン、マンハッタンカーキオン、すごいアグネスターキオン、これは決まったか、後ろは大きく離れたぞ、すごい後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティリード、これは強い後ろを捉えない、アグネスターキオン大差で今ゴールイン、圧倒的な実力差を見せつけレースを制したアグネスターキオン、見事三冠達成。今ここに最強の馬娘が誕生しました。すごい、2着はマンハッタンカフェ、3着は琵琶早秀です。すごいこれが研究の成果さ、みんなありがとう、本当にみんなのおかげで三冠取れた、めっちゃ嬉しい。あーすごい、めちゃめちゃ強かったね、タキオンちゃん、すっごい嬉しい、みんなありがとう、本当に、うん、今日光ってよかった。もう解決編、うん、ライブも見たいが、ライブも、うん、ライブ見たい、楽しみに撮っちゃった、ライブ見る、よいしょよいしょ、ライブ、ウィニングザソウル、すごい楽しみに撮っちゃったもん。光の速さで駆け抜ける衝動は何を犠牲にしても叶えたい強さの覚悟、一度きりの苦しみにかけてみろ、自分を信じて、時になるんだって必要というね。えすごい、カフェちゃんも早秀ちゃんもね、すごいかっこいい子が揃っちゃる。
ね、ほんとほんと。ここから始まるんじゃね。うん、ここからもううちからしたらね、これが今一瞬ゴールみたいな感じがしちゃったけどね、ライブ聞いたらハッとさせられるね。これからじゃもんねえ、マリアさんね、そこがすごいモヤモヤするよね。ちょっとねえ、タキオンちゃんほんとイケメンじゃったね。菊花賞にて無事好成績を収めたアグネス・タキオンね、もうね、以前から画前に変わったはずだね、観客さんも。もうね、そう、あのあれだよ、あの高村さんと一緒で、あのレースはね真面目にする子じゃから。あ、ムクロニットさんいらっしゃい。ね、菊花賞すごい、タキオンちゃんがすごい頑張ってくれたよ。ね、タキオンちゃんの失踪はビルボノの心に変化を与えとった。いや、悪くないどころか最高じゃよ、本当に。ようやく菊花賞の後に船出。船出ってどういうこと？タキオンちゃん？トレーナーくん。トレーナーくんって呼んでくれちゃる。タキオンの表情は思わずたじろぐほど晴れやかじゃった。ねえ、すごい。雨の中ほんとレース頑張ったよ。ねえ、お疲れ様。すごいよかったよ。いちさん、いらっしゃい。初見さん、いらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてどうもありがとう。あ、でも初見、前も来てくれちゃったんじゃね。遊びに来てくれて本当にありがとう。今ね、あの、3冠取れたところじゃよ。ねえ、ワクオさんね。うん。あ、いちさん、ごめんね。この前も来てくれちゃったね。たまらないね。あ、エルちゃんじゃったの。あー、そうじゃったんじゃ。ね、初めて見るお名前なのに、初見さんのマークがついちょらんから、なんでじゃろうって思っちゃったら、そうじゃったんじゃ。遊びに来てくれてありがとう。あ、ノブさんもいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ね、ゴルシビーク来ちょるね。ね、新章の子も来ちょるからね、今度のガチャ配信で絶対当てたいよ。頭の中から記憶を切り取って保存しておきたいね。ね、ともあれようやくスタートを切れた。スタート、ふん、約束ね、エルちゃんいつも応援してくれちゃったからね。彼女の表情はいついなくね、の、やっとスタートってどういうこと？あ、ケアビーワイさんね、うちはね、チャットクラフト、キャストクラフトっていうのを使っちょって、初見さんが来るとね、黄色いマークで、おにゅうってね、書いて出ちょるの。
級を達成。大阪杯じゃね、次も。つまり私の足はいつ走れなくなってもおかしくない状態じゃった。え、どういうこと？菊花賞を終えた数日後、タキオンちゃんはトレーナー室に訪れ、開口一番そう言った。思ってもみなかった急な告白に、うん、びっくりする。ああ。この足は天性のスピードと同時に、もろさも兼ね備えちょって、あ、みんなが言うちょったのガラスのなんとかってやつかね。え？うん。ね、急に何の話じゃね、それ。私の秘密について話すと、約束、うん。モルモットなりに君は結構頑張っちゃったから、ちょっとしたご褒美。うん。そう前置きすると、夕日が差す中、彼女は再び口を開いた。なあ。ねえ、私が馬娘の肉体の虜であることは知っとる。うん。ね、VR ゴーグルとかね、お薬とかでいろいろ、馬娘のこと研究しちゃったもんね。見た目は人と同じ。しかし筋力はその数倍。その脅威の肉体がどこまでいけるのか。うん。幼心に、このロマンを追求しないなんて、嘘だと思っちゃった。ね、今も思っちゃるってね。うん。寝不足だけにはならんでよ、ほんとに。さらに言えば、私には走る才能がある。だからこそ、自分の目で、足で到達したい。あ、イチさんのところもすごい雨降っちゃる。うちんところもね、雨降っちゃる。前日の理由で少々難しかった。エンジンばかりが立派で、機体が脆かった。少しの無理もできんかった。うん。彼女が気まぐれだったこと、レースへの出走の判断をすぐにしなかったこと。それらの理由は、すべて彼女の足にあったのだ。会長さんも雨降っちょる土砂降り？ねえ、ヒロさんね、大事にはならんと思うけどみんな気をつけてね。そんな秘密が。でえだ。プラン A は、私の足の補強。私の足で限界へ到達することを目標として、それに伴うエトセトラの実験。プラン A はそういう意味じゃったんじゃん。ワクワさん気をつけてね、本当に。すごいんじゃね。場所によっては本当に雨と風が。プラン B は、私の足での到達を諦め、他の馬娘を代わりに到達させる実験。この二つの研究を並行して行っちゃった。そんな中で君がトレーナーになった。君は私の足に期待してくれていた。クラシックレースに出ようと。ねえ、そうぜ、そうぜよ。タキオンちゃんは懐かしむように目を閉じた。ねえ、あなたなら夢じゃないって。正直なところ、私もクラシックレースの提案には夢を見た。やっぱりね、タキオンちゃんもまっすぐな子ないよね。そうじゃったんじゃ。足が理由じゃったんじゃね。サツキ賞を走ってみて。そうじゃったんじゃん。この大舞台に私の足は耐えられないと感じた。
そうじゃったね、そうじゃったね。タキオンちゃんの行動一つ一つの謎が解けていく。プランへの研究の進みも悪くて。うん。それでプラン B に舵を。カフェちゃんとかのこと？ねえ、諦めようとしちゃったんじゃん。自分の足を壊すつもりで、そんなことしちゃったん。ねえ、史実においてサツキ賞がラストランじゃったから。月経杯もそのために出走を決めた。あんな大舞台、データを取らなきゃもったいない。しかしそんな中、何も知らない君が、一緒に限界の先を見たいならと言ってくれるものだから。可能性がゼロでないのなら諦めるのはまだ早い。ねえ、ジュノさんね。以前彼女に一方的に言われた言葉の意味をようやく理解した。そうなんじゃ、月経か、月経杯は。でちょったらタキオンちゃんが大変なことになっちゃったんじゃ。ああ。非合理的なことに、私はプラン A にかけたいという衝動に負けた。君が掘り起こしたと言うべきかな。よかった。よかったよ。でもすごい、その可能性にかけてくれたのはすごいよかったよ。うちのせいで、OK。ね、知らず知らずのうちに蝕んで、いつの間にか少しの衝撃にも耐えられなくなる。ね。プラン A をギリギリまで、プラン A 成功させるためにうちには何ができるんじゃろう。足を壊してでもデータをつもりだった月経会は辞退し、とにかく間に合わせなければ。たまらないね。そうじゃったな、夏合宿でようやくメドが。かやさんね、そうじゃね。プラン A の検証段階。そういった日、確かにタキオンちゃんは、そうじゃね、そうじゃね。数日ぶりに体を酷使しちょった。ねえ、ケムネルさんね、3週間ぶりに、トレーニングに来んかったんで、ズコーってなっちゃったけど、そういうことじゃったんじゃ。ねえ、砂浜ダッシュの時じゃね。ねえ、スイッチが切れたみたいにね、バタリで倒れてから、すごい心配じゃったが。そしてあの日、確かに成功だ、と。そうじゃったね、完成されとるんじゃ。ああ。だから、菊花賞に出ようと、決意できた、もう本当に。ね、全力を抱きしきったことと、ね、研究に全振りっていうんかね、すごい、全力投球しとったからね、その分のあれが来て、バタリって倒れたんじゃね。ねえ、アイアム会長さんね、コナンじゃね、謎が解けていくね。わがままなんかじゃなかった。ひょうひょうとした態度と言葉遣いにごまかされていたが、ねえ、なんで言うてくれん
心配するからかね。うん、すごいね、自分で頑張ったんじゃね。タキオンちゃんはほんと偉いね。ふん、うん、ねえケムネルさんね。いや、タキオンちゃんはほんと会長がだってね、やっぱりあれだけすごい気にかけちょるってことはね、やっぱりうんうん、そうじゃったんじゃね。トゥインクルシリーズ走り抜けられる。今日は特別に一つ約束を。何？限界の先へとたどり着くまでの行きがけの打賃として、いくつかの勝利を君にプレゼント。ありがとう。そうなんじゃね、ジュノさん。メインストーリーの5章に、鈴鹿ちゃんの、保衛者から鈴鹿ちゃんと一緒にデュエットしちゃったんじゃ。ああ、そうなんじゃ。うん。マリアさんね、奏者で、これからは2人で、一緒にトゥインクルシーン、トゥインクル、ね、出れるんじゃん。トレーナーくん、シニア級の予定を、うんうん。ねえ、ケムネルさんね、ほんとじゃよ、もう。もう、ずいぶん前からね、すごい、タキオンちゃんの走りには、もう惚れ込んじゃるけどね、もう、惚れ直したね。数日前までは思いもよらなかった彼女の言葉に、喉が震えた。熱いものが込み上げてくるが。ねえ、タキオンちゃん。ねえ、もう、嬉しい。うん、よかった。ねえ、これからはじゃあもう、一緒に URA ファイナルズ優勝目指せるね。せっかくハッピーエンドに仕上げ、ね。うん。嬉し、嬉し泣きじゃよ。うん、うん。うん、おっと、監督さんね、そうなんじゃね。自分の足の可能性のね、信頼を壊したくなかったから。うん、ジャパンカップ頑張りたいね。ここまでタキオンちゃん頑張ってくれたんじゃもん。感情と、もう、もう好きにしても本当に。好きなだけしていいよ。うん。じゃから観測さんね、タキオンちゃんは最後、このタイミングまで黙っちゃったんじゃろうね。なあなあ。うん。モルモットになるためにトレ、タキオンちゃんのトレーナーになるためにモルモットになっちゃるよ。逆じゃね。ねえ、ジュンさんね、すごい。ねえ、この子も誰よりもまっすぐな子なんじゃね、ほんとに。夕日に照らされた彼女の瞳は、やはり怪しく、それでいて、無邪気に輝いたのだった。うん。何はともあれ、これからは気まぐれに、目標レースが変わることもないじゃろう。一番近い中距離の G1 レースは、大阪杯。まずはそこに目標を据え、勝利を目指したい。うつつの三冠娘、菊花賞を終え、アイアム会長さん、お帰りなさい。停電から戻ってきたの？うん、よかった。ねえ、ケムネルさんね、これからじゃね。菊花賞を終え、シニア級での活躍を誓い合って、しばらく経ったある日、三冠達成時の検定イベント。
タキオンちゃんもスズカちゃんも、うんうん。先日のアップデートで追加されたお話、ほんまに？三冠馬娘としてテレビ生出演。ねえ、すごい。ぐつぐつなっちょる。タキオンちゃんと共に朝のニュース番組へ出演してほしいというオファーが来ちょる。ええー。10分程度で場所も学内でよし。何より生放送。生放送が気になるね。いいだろう。ねえ、ジュンさんね、ほんと。再現のライターさんはほんとつよつよじゃね。アニバーサリー以降は、そうなんじゃ、セプテンさん。すごい嬉しいね。喜んで出演しようじゃないか。ねえ、五章で拉致されちゃった部屋じゃったね、まさひろさんね、今の。三冠達成の偉業を成しました。アグネス・タキオン、ムイトレーナーの登場です。ね、ずいぶん盛り上がっているようだが、まあしかし、私としても、あのレースでの結果は、ねえ、みんなでのすごい、本当に大きな一歩じゃよ。たどり着いたスタート地点。追加イベント。うん。でだ。見たい。みんなの追加イベント見たい。まずは三冠。我々の目指す可能性は、依然遥か彼方。むしろこれまで以上に行うべき、探索研究に開発研究。そして挑戦すべきレースは山積み。あ、これは何て読むんかね。ああ、ぜひとも、君たちの、これは、扁桃体って読むんかな。活動を観察させてくれ。扁桃体？なんて読むんじゃろう。ちょっと待って。よいしょよいしょ。扁桃体であっちょる。あ、和光さん、和光先生ありがとう。扁桃体で大丈夫なんじゃね。ねえ、マリアさんもね、タキオンちゃん育成してみて。トレーナーさんからも一言。あ、観測さん、人間の脳の感情などを司る部分。そういうことなんじゃね。トレーナーさんからも一言。今後の意気込みについて、ね、これからも緑色に光ってね、タキオンちゃんのサポート頑張るよ。ここまでの約1年半、アグネス・タキオンは、若干説明不足ながらも、全力を尽くして、トゥインクルシリーズを駆け抜けてきました。そして、これからは、トレーナーくん。ね、シニア級の予定。ならばやるべきことは変わらんよ。これからもタキオンちゃんを信じ続けます。ねえ。せっかく光るトレーナーになったんじゃからね。責任重大じゃよ、タキオンちゃん。任せたまえ。あ、すごい。今のちょっとキュンときちゃった。すごい。うん。ね、お二人の絆が垣間見えたところで、最後に一度大きな拍手を。おお。一番大事なこと、何？特に打ち合わせはしていない。次の目標や、シニア級のロードマップについてじゃろうか。固唾を飲んで見守っちょると。さて、生放送をご覧の諸君、喜びたまえ。現在我々はちょっともう被験者絶賛だい
ちょっとカメラ止めてもらえるかね。頼むよ。危ない危ない。モルカーだけ呼んでよいのは、さらなる可能性を模索するためにもより多くのテストが必要となる。臆せず振るって参加したまえ。もうん、ちなみに窓口はトレーナーのうーちになるの窓口24時間。もうやめて、夜寝れんくなるが。電話番、いやちょっと待って、電話番号はダメだよ。これ以上余計なことを言う前に急いで退場したのじゃった。もうねえ、みんなです、個人情報生放送で流していけよ。もうね、あれじゃ、あの脇に抱えてね、もうそそくさダッシュじゃねえ。何はともあれ、まずは三冠。突き進む日々はまだまだ終わらない。ねえ、24時間対応とか一番ダメじゃよ。あの、せめての、あの、ね、でも日中ダメじゃ、日中ダメじゃからね、あの、夜とか、なおさらダメじゃね、配信するし。巻き直し。さすがの私も研究続きでは体力が。ねえ、マリアさんね、すごい、みんなね、面白いイベントじゃったね。すごい、あの、タキオンちゃんらしい、あのね、すごいいいイベントじゃったか。この状態で走ってもな、休息すべきだね。ね、どうだ。これで本当にあのね、応募者が来たらうちも本当に困っちゃうよ。リジェネ状態だから体力的には平気。ね、ローテーションどうしようかいね。チャンピオンズカップ、マイルチャンピオンシップ、あ、ジャパンカップ出れるが、ジャパンカップ、ちょっと待って、ウマ娘メモ帳、秋コバ三冠がジャパンカップと天皇賞、秋と有馬記念じゃね、ジャパンカップ、有馬記念、あと天皇賞春、天皇賞春。ねえ、セプテンさんね、それじゃあのね、ダン黒都心になってしまうね。あ、エリザベス女王杯からのジャパンカップ、10月後半、あ、取り損ねちゃったってこと、あ、やっちゃったー。あ、菊花賞と同じ日だから無理。一瞬混乱しちゃった。なんかトレーニング気がついて挟んじゃったかなって思っちゃった。天皇賞は来年。ねえ、菊花賞とかぶっちゃるんじゃん。あ、ケムネルさん、遊びに来てくれてありがとね。うん、また遊びに来て、あの、アーカイブもタイムスタンプって準備しちゃくが。うん。ジャパンカップを使ったら大阪杯までトレーニング。そうなんじゃね。うんうん。また来年じゃね、ちょっとこれは。じゃあ、キャンセルしといて、予約保存。ジャパンカップ、行って、大阪杯。大阪杯までトレーニングをして、天皇賞春は、天皇賞春。スタミナを500。うんうん。アニマジャパン、アニマ出てもよい、アニマ出てもよい、アニマ出るじゃん、アニマ出る、ほいじゃほいじゃ、ジャパンカップとアニマ出るでしょ、ほいでほいで、大阪杯天皇賞春、ほいでほいで、
少々湧き。もう一回ジャパンカップも予約取っちゃこう。あ、ジャパンカップと有馬出れるので、あ、なるほどね。ファン数とスキルポイントね。そうじゃね。ファンの数大事じゃね。ほいじゃあこれでもうバッチリじゃね。みんなありがとう。これで予定バッチリじゃん。あとはもうトレーニングするだけじゃね。研究続きでは体力が。アニマは予想も、うん、そうじゃねエリザベスはちょっと、13%、ねえセプテンさんね、すごい夢がありよるね。こんな状態で走ってもな、うん、ジャパンカップね、スピードの伸びはすごい良いんじゃけど、うん、ここはちょっとお休みしようかな、うん、さすがの私も、お休みして大阪入る、うん、ちょっとお休みするね、うん、これ 4% がすごい気になる。トレーニングは全力投球、春の天脳症行くなら、そうじゃね、スタミナを上乗せ。鋼の美味しい。よいしょよいしょ。積み重ねや繰り返し。お休みまた30ポイントじゃった。ああ、1円足りん1円足りん1円足りん。1円足りんがーもうなくても大丈夫かな、すみやすいねえ、会長さん、ケイロクさんね、ずるいがこれ。ねえ、さてさて何をしようか。マイクロフィラメントのねじれを3回転にしてみるかい。そうじゃねえ、ジュノさんね、カヤさんね、グギギギじゃねえ、ほんとにもうひとまずでもジャパンカップね、予想はどうじゃろう。一番争いできる、うん、ほいじゃほいじゃ早速収走してみるが。ここは負けられない。一番人気4番アグネスタキオン、実力は完全に上手ですね。貫禄すら感じてしまいます。ホッカちゃん6番人気は6番ウオッカ、ねえケイロクさんね、いい感じに気合が乗っていますね。オグリちゃん7番オグリキャップ、ねえ好位追走も早めに取りたい。まずまずの仕上がりですね。17番人気10番、18番人気13番、4番人気スペちゃん、スペチン15番スペシャルウィーク5番人気ルドルフ会長16番シンボリルドルフ8番人気チケゾーちゃん17番ウイニングチケット2番、13番人気ですエイシンフラッシュちゃん、エイシンフラッシュ3番人気です。注目の1番人気4番アグネスタキオン、実力は、あーどうなるじゃろう、ドキドキするが。ねえ差しの子が多いね。タキオンちゃんは内枠じゃね。オグリちゃん会長も怖いが、うん、頑張って応援せんとね。タキオンちゃん頑張って。さあ出走だ。うん、ねえ出遅れがないようにしてほしいな。
2400m。 世界の馬娘が栄光を求め、ジャパンカップの府中に集う。日本勢は対抗できるのか。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はエイシンフラッシュ。2番人気を紹介しましょう、エルコンドルパサヒロさんね。サシの会長怖いね。ここまで無敗、三冠馬娘アグネスタキオン1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。はい、交換距離。綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは14番オグリキャップ、9番期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスタキオン、14番会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは14番、このままリードすることができるか。中距離直線。1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は14番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はアグネスタキオン、さらにオグリキャップ、さらに外9番1番追走。外からたけし君、ここの会長さん強いの？その強いの？エイシンフラッシュ少し離れて動くか。内を回して、外10番、外から外からスペシャルウィーク。後ろのすごい、みんなすごいのが固まっちゃるが。差がなくウイニングチケット、シンボリルドルフ続いている。そして内目をつきましては12番向こう正面に入って、半分過ぎたよ、半分過ぎたよ。振り返っていきます。依然先頭は14番、続きましたアグネスタキオン、さらにオグリキャップ、9番差がなく1番、さらには13番坂道、坂道後ろから8番、そしてエイシンフラッシュ少し離れて動くか。内を回ってエルコンドルパサー少し離れて11番、タキオンちゃん頑張って。スペシャルウィーク、さらに内10番、そして外目をつきましては12番、残り 1000m を通過。そしてそのうちからいったのはウィニングチケット、外目をつきました。どうなるね、どうなるね。後方2番手にシンボリルドルフ、そのうち並んで2番、意気揚々と先頭行きますアグネスタキオン。どうでしょうこの来たよ来たよ、来てしまっているかもしれません。大きな木を越え4コーナーへ。まだ1橋以上の差があると、ここから備えることができる。わー、ウォッカちゃんも来てる、ウォッカちゃんも来てる。うぅー、コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。どうなるね、どうなるね、どうなるね、どうなるね。うぅー、アグネスタキオン、これは強い。残り400、追い上げたのはまだ2橋後ろ、アグネスタキオン。あー、どうだ、エンジンフラッシュも来てる。うぅー、アグネスタキオン、足色は衰えない。アグネスタキオン、リードは1橋。どうなるね、どうなる。ちゃんがすごい来ちゃった。あ、ドキドキした。これが研究の成果さ。わあ、すごい。みんな応援ありがとう、本当に。すごいね。タキオンちゃんつよつよじゃん。ね、直線校舎がすごい、ところで発動したね。あ、危なかった。ねえ、すごい。ねえ、タキオンちゃんよう粘ったが、本当に。みんなありがとう、ナイスもパチパチもありがとう、本当に。ウォッカちゃんすごいね、スピードが最後じゃね。うん、はいね、これもタキオンちゃんの努力の結果じゃね、本当に。積み重ねや繰り返しが大切なのは、トレーニングも研究も同じこと。ね、あのスキルの発動タイミングもありよるね。実験の日々よ。ほいでほいで、次が有馬じゃから。やるからには突き詰めよう。ここで、あのプロフェッサーと直、でも。割引があるかもしれんから、あの開始前までは大丈夫かな。あ、 G2 以下の勝利ポーズではタキオンちゃんがため息ついてるけど、あれはレースを走り切れて安心したため。ああ、そうなんじゃんね。あの勝利ポーズもパターンがあってね、細かいよね、ウマ娘って。割引ない、もうないかな。今日の私はいつにも増して可能性。33円、29円、ちょっとスピード取るかね、ここは。
はい、これでバッチリじゃね。あとはもうお買い物はできんね。あ、切れ物イベントがないと割引はないね。ね、アリマ、そうじゃね、そうじゃね、和光さんね、すごい。プロフェッサーはすごい、タキオンさんにぴったりじゃね。この状態で走ってもな。よいしょ。ほいじゃ、タキオンちゃん、あ、予想ね、予想はどうじゃろう。一番争いが期待できる実力持っちゃる。うん。出走じゃねえ。武者震い。たまらないね。ね、実験の成果を試す日。なあなあ。かやさん、いけそうかね、いけそうかね。今日のすべてを記録。ヒロさん大丈夫そう？本当に？そう言ってもらえたらすごい安心するが。おお。ねえ、タキオンちゃん頑張ってほしいね。これまでの積み重ねがどういう結果をもたらすのか。さあ行こうか。寿司三枚。可能性の果て。うん。ここは負けられない1番人気10番アグネスタキオウォッカちゃんが来ちょる。11番ウォッカ。6番人気ライアンちゃん。12番メジロライア。7番人気ネイチャちゃん。13番ナイスネイチャ。12番人気は14番13番人気15番。まさかさんいけるかね。ジャパンカップの頑張り見たら経験を糧にしてほしいですね。16番9番人気です。1番ジノさんほんまに大丈夫かな。難しいかもしれませんが、カフェちゃん経験を糧にしてほしいですね。3番人気4番スカーレットちゃん。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。6番11番人気マヤノちゃん。4番人気は8番マヤノトップ。2番人気オグリちゃん。オグリキャップ注目の1番人気、はい、10番ほいじゃほいじゃアグスタキオ。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。今年最後の大一番でちゃんと先行にもなっちゃるよね。最強のグランプリ馬娘となってほしいですね。位置取りは外枠じゃね。外枠、外枠、真ん中寄りの外枠。あ、おっかちゃんとおぐりちゃんに挟まれとる。ここすごい。ここすごいね。ほいじゃほいじゃ。タキオンちゃん、頑張ってね。さあ、出走だ。ねえ、すごい。良いメンツ揃っちょるが。有馬記念。中山芝 2500m。 年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。人気と実力を兼ね備えたダイワスカーレット、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。オグリキャップ。うちも1億ジンバブエドルかけるか。一緒に背負ってここまで無敗三冠馬娘アグネスタキオ、1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。和光さんありがとう。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうです ねスタートもすごいいい感じじゃね。飛ばして行きます。さあ花に立ったのはダイバースカーレット。このままリードすることができるか。第4コーナーカーブ、先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。レース見ちょるときね、すごいあの両手重ねてギュッてしちゃうもん。7番5番追走アグネスターキオ、並んでくる。さらに外からメジロライアン、まずは1周目正面スタンド前に入った。内から行くマヤのトップガン、内を回る。タキオンちゃんすごい位置取りはすごいいい感じだね。マンハッタンカフェ、その後ろに1番、そしてそのうち2番、その後ろにウォッカ、少し離れてナイスネイチャー、少し後ろからウォッカちゃんもすごい。後方2番手に14番15番、現在シンガリラ。さあ1コーナーから直線向上行く馬娘たち、順位を振り返っていきます。ダイワスカーレットまだリードをキープしています。続きましたアグネスターキオ、
オン3番手6番サガラク7番メジロライオン並んでくるコーナー回復ようにマヤのトップが内を回ります。5番1馬身離れてオグリーキャップマンハッタンカフェ並びかけてきた。あとは2番少し離れて1番プロフェッサーはプロフェッサーはそれを見るように14番外から行くウォッカ後から15番2コーナー回ってカフェちゃんとオグリちゃんが依然としてダイワスカーレット続いてアグネスターキオン3番手にはメジロライオン残り 1000m を通過その外並んでマヤのトップがすぐに続いて6番少し離れて今ね有馬記念頑張ってるよ。1馬身差5番それを見るように7番その後ろオグリキャップ1馬身離れて1番ナイスネイチャー追走1馬身差2番その後からウォッカ少し離れて14番それを見るように15番16番最後方からのレースになりました。曲がりよりよ最後の直線へとかけていきます。アグネスタキオンここで抜け出した。最終コーナー先陣を切ったのはアグネスタキオンマンハッタンカーフェイスナルカフェちゃんが来ちゃるカフェちゃんが来ちゃるカフェちゃんが来ちゃるアグネスタキオン頑張れ頑張れタキオンちゃん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 アグネスタキオン今ゴールイン夢のグランプリを制したのはアグネスタキオン年末最後の大一番を制し栄光のセンターの座を手に入れた。2着はマンハッタンカフェ3着に入ったのはマヤのトップガンねえカフェちゃんとのセリハイすごかったわあすごいこれが研究の成果さわあみんなありがとうねえ不発パターンだったけどもすごいタキオンちゃん頑張ったよすごいねえスピードつけんといけんねねえすごいもうドキドキした本当に首差じゃったんじゃねあねそうなのヒロさんねちょっとあの馬通話のまあのちょっとあのね上位じゃけどあんまりねあんまり前に行きすぎると発動せんのじゃねねマリアさん根性あったねみんなありがとう本当にあ、スターになっちゃるスターにね、カフェちゃんと競ったらすごい熱かったね。ほいじゃほいじゃ、次行くね。あ、タキオンちゃんのね、ファンの数とかね、3位までから、そうじゃよね。今年からタキオンちゃんと共にシニア級でのチャレンジが始まる。ねえ、マリアさんね、レジェンド狙えるね、これ。今日は願掛けついでに初詣に訪れちょる。タキオンちゃんにはまだ伝えちょらんけど、今年は中距離 G1 とグランプリ制覇を狙う強気のローテーションでいきたい。ねえ、限界を超える一助になれば。どうしたんだい？うん。近々ミーティングで伝えるつもりじゃったけどちょうどいい。先ほどの祈願内容を説明した。どうしよう。でも体力が欲しいが体力。今回はちょっと体力かね。ねえ、かやさんね、G1 ファン数多いからね、本当に。中距離 G1 とグランプリを制覇。ね、断られるかね。大丈夫じゃろうか。いいだろう。プラン A も成功したところだし今年は攻めの姿勢。わあすごい心強いな。1年前のお正月を思い出す。ね、今年の目標。でもすごいね、顔は笑ってくれちゃったんよね。ね、
すごい。でも内心はすごい嬉しかったんじゃないかなってうちは思っちゃるんよ。うん。当時からすると信じられない返答。うん。ねえ、タキオンちゃんも変わったね。やれやれ。すごいね、細胞は一日数千億個。ね、ね、何日かかけて細胞ね、入れ替わりよるもんね。うん。昨年は収束と指導で激動の一年じゃった。記念すべき年。うん。ああ。ね、初詣も終わったしね、帰ろうかね。研究は何するんじゃろう。いや。トレーニング、ほんまに。ねえ、みんなの言っとるレジェンド本当にいけるかもしれん。悪くないね、すごい。じゃあこれ、上じゃね、せっかくじゃからのんびりしよう。体力がね、ちょっと、ヤババじゃから、上が体力。あ、ヒロさんありがとう。な、すごい気持ちは嬉しいけど、体をいたわってほしいが。うん。鈴鹿ちゃんとかスベちゃんみたいにね、足のマッサージせんと。うん。ねえ、マリアさんね、これ、本当にタキオンちゃんかね。ね、年末もレース頑張ったけんね。ハンモック。でもハンモックってすごい、寝るのにコツがいるって聞くが。ハンモック。ん？あ、そうなんじゃ。ハンモックの揺れはストレス解消に優位性があるね。その後、二人でホームセンターでハンモックを購入し、昼寝をした。どうやって張っちょるんじゃろうね、ハンモック。壁に打ち付けちょるんかな？何はともあれ、忙しい一日になりそうじゃん。かやさん、くじが始まる？今日の私はいつにも増して可能性に満ちている。ローテーションは、全然余裕あるが、ほいじゃほいじゃ。うん、今日は何から始めよう、トレーナーくん。あさかさん、そうなの？スタミナ足りんといけんの？せっかく虹が出とるから虹は踏みたいが。スピードじゃね。よいしょ。トレーニングの時間ですね。あさかさん、スピード大丈夫かね。ヤヌイさん、こんばんは。ワンダと巨像クリアしてきたの。お疲れ様じゃよ。ね、はい、すっごい難しいゲームじゃよね、ワンダ。最後の巨像、すごい大変なイメージじゃが。ね、今日はね、タキオンちゃんのね、お薬飲んで光って、実況してるよ。よし。予定のものはすべて、うん。どうじゃろう。ねえ、ワクワさんね、うちもね、ワンダね、クリアするまでやったけんね。温泉温泉。でも、特上人参ハンバーグも欲しいが。おお、うん。お買い物の際に含めき券を。うん。うん、引いてくるが。そうじゃね、タキオンちゃんが弾いてくれた方が。まったく。観察いたしたい。わかったよ、ええのかな。ほら。うん。おい。抽選機を回した、その結果は3等賞。うー、人参1本。
温泉じゃないが。いいね。うん、残念。人参一本ね、うちの実況で温泉券まだ来ずじゃね、本当に。人参一本生で持っちゃるその姿。そうじゃね、会長さんね、ティッシュじゃないけ、よかったね、すごい。いいモルモットだ。なんとも言えない気持ちになりつつ、人参をすぐ買い物袋に入れた。ね。そう、なんか、ティッシュはなんかの調子が下がってしまうんじゃったっけ？うん。やじゃ、加えるの恥ずかしい。ね、ヤヌイさん残念じゃん。でも体力回復したけバッチリじゃね。やるからには突き詰めよう。好奇心が猫を殺した。トレーニングは、ね、モルモット冥利に尽きるね。いちごさん、お疲れ様だよ。今お仕事終わったの？お帰りなさい。すごい、よう頑張ったね。もう、ゆっくりしていってね、本当に。遊びに来てくれて本当にありがとう。あ、温泉、ゴルシュ州で温泉の確率上がるかね。吠えちゃったらすごいね。そのタイミングでまた実況したいが。賢さ。あ、賢さが多い。あ、そうじゃね、そうじゃね。ティッシュは、ねえ。ティッシュはやる気が下がるだけ。嬉しくなーい。おいしょ、ちょっと賢さ言ってみるかね。任せたまえよ。今日はバレンタイン。トレーナー室で仕事をしちょると、トレーナーくん、タキオンちゃんからハッピーバレンタインのセリフが来るなんて。ハッピー甘味物の日だね。ハッピー甘味物。ハッピー甘味物。お菓子に感謝を込めて。うん。なあなあ。あ、すごい、ちゃんと放送しとる。ありがとう。彼女に促されるままに包みを開くと小ぶりなチョコレートが数粒入っちゃった。ねえ、食べる食べる。何味じゃろう。ねえ、朝香さんね、うちも好き。彼女からもらった食べ物を口にするのは、え、もう大丈夫でしょ、さすがに。ねえ、ゴディバのチョコじゃったらすごいね。ねえ、ほら、タキヨンちゃんがこんな顔しとるんだから、美味しく食べんといけんが？ねえ、ほんとに真心はこもってるはずだよ、いつも。今マヨと口に放り込んだ。うにゅ。口の中に広がったのは、甘い風味ではなく、ニンニクたっぷりな豚丼の味。あれさね、ハリーポッターの百味ビーンズみたいじゃね。ああ。アリチアミン、疲労回復に、効果絶大。ビタミン B1 とアリシンを多量に含む食材。嬉しくない。ああ。君の疲労をいたわってのネギ、これなんて読むんかな？いたわって？ねぎらって？なんて読むんじゃろこれ。とりこ、とりこって感じじゃね？おもんぱかる。おもんぱかるって言うん。おもんばかって。おもんばかって。おもんぱかる。
ね、みんなすごいね。チュノさん、カイヤさん、会長さん、アザカさん、ありがとう。おもんぱかっての選択。ね、ウマ娘、ほんと漢字のお勉強になりよるね。君の疲労をおもんぱかっての選択だ。チョコレートにも神経の鎮静効果が見込めるが、あれは血糖値を上げるから。配慮の量、そうじゃね。おもんぱ、ばかるなの、ぱぱ。ぱかる。おもんぱ。おもんぱかる。あ、両方乗っちょるんじゃん。すごいね。勉強になるね。普通になんかヘルシーチョコが良かった。美味しい普通のチョコが良かったが、味は、ああ、でも、豚丼ってわかる感じでも、うん。おでも、チョコレートじゃないんじゃね。チョコレート、豚丼、豚、もう、チョコレート、豚丼ってもう、わけがわからんよ。一粒口に放り込んだ。ね。見た目と中身のギャップがひどい。ね、うちもその通りじゃと思う。ね、そう、チョコレートをベタ食べたはずなのに豚丼の味がする。ひどい裏切りじゃねえ。無性に甘味が食べたくなってきた。うちが作るの。わーん。なんかここすごいかわいい。ここすごいかわいい。虹色に光ってるならすごいめでたいね。え、これすごいかわいい。ほらほら、ガトーショコラでもシフォンケーキでも、作るの時間かかるよ。大丈夫ね。計6座ね。うちもこれ好き。彼女に促されるまま調理を始め、ね、わがままタキオンじゃん。チョコレートクッキーが完成した。あ、クッキーじゃったらね。おぉ。ね、ワコさんね、すごい。あんなに手拍子ペチペチ鳴らされてしまったらね。食べ物に対して急にがっつくようになるのは、史実通りなの。ほんまに、すごい。ね、もうまたモルモット君に戻っちょるわ。ね、美味しいものを作りたまえってね。そうじゃね、ジュンさんね、言われたいね。タキヨンちゃんと共に自作のクッキーに舌鼓を打ち、心温まるバレンタインを過ごしたのじゃった。ね、あれ？ね、マリアさんね、ようやくトレーナーくん呼びに戻ったと、ね、なったと思っちゃったのにね。うまつー。ふん。こっそり試してみたいことができたぞ。あと3ターン、あと3ターン。さてさて、スピード上がりよるね、スピード上がりよるね。これは虹じゃねえ、虹踏むが。トレーニングの時間ですね。こんな状態で走ってもな。うん。おぉ、うん、おやすみ、おやすみかな。スタミナ光っちゃるんじゃけどね。これはちょっと危ないが、スピード取って実質500ならば、まずは最低ノルマはクリア。賢さ2回取って500足りる自信がないが、ジノさんの言う通りじゃね。うちもお休みの方がいいと思う。
じゅんさん、馬通って意味があるの？ね、お休みじゃね、これ。ね、いちごさんね、あの、虹が出ちょる。踏みたいんじゃけどね、ちょっと我慢じゃね。寿司三昧。尊敬すべき理事長です。積み重ねや繰り返しが大切なのは。あ、虹が出ちょる。あ、賢さ出ちょる。これどうしよう。スタミナでいいんかな。スタミナでいいんかな。スタミナでスピードも欲しかったんじゃけど、カフェちゃんが来ちょるから、うちもスタミナが良いかな。和光先生の言う通りかもしれん。ニュー、あ、みんなスタミナが良い。ほいじゃほいじゃ、うん、スタミナで行くが、よいしょ。お願いします。あ、すごい、タキオンちゃんの泳ぎ今すごかったが。この完璧な仕上がり、まさに研究の成果と言えるだろうね。ね、そう、根幹距離を取る戦法もあるって今コメ、ね、ちょっと前にコメントで書かれちゃったか。素晴らしい。高位追走、高位追走がないよね今。ありよるけど足りちょらんのじゃん。貯金じゃね、これは。貯金しちょこう。ちょっと予想だけ見ちょこう。に熱を感じ、十分な実力があるのできっと一番争いに。うん、あー、根幹距離ね。うん、うちはちょっと強気で貯金でいくよ。高位追走欲しいもん。馬つはいろいろ拘束され、あ、ねえ、EM、うんうん。大阪杯。レースプランナーの会。うん。ほいじゃほいじゃ、大阪杯出走じゃね。タキヨンちゃんって炎上したこの認識になっとるの？ねえ、でもそうじゃよ、そう。三冠馬娘じゃよ。よいしょよいしょ、ちょっと待ってね。E イコール MC 二乗。地上？高速度不変の原理に関連した公式。ね、あの、超高速のプリンセスじゃもんね、タキヨンちゃん。菊花賞では結果が残したようじゃけど、今回はどうじゃろうか。ざわめく客席をよそに、タキヨンちゃんはのんびりとあくびしちょった。まあでもすごい、タキヨンちゃんらしいと思うが。リラックスとはすなわち集中。大事、すっごい大事。ガチガチに緊張するより全然すごいよ。あ、勝てる？ねえ、和光さん、マリアさん大丈夫かね。うん、スポーツ科学に基づくれっきとしたメンタルトレーニング。本当じゃと思うよ。レーダーで、ひひふーじゃね。限界の先へたどり着くまでの行きがけの達人として、いくつかの勝利をね。言うちょった言うちょった。トレーナー君、菊花賞を終えた数日後、彼女はそう約束してくれたね。期待しとるけんね。
ニヒルに微笑んだ。ニヒルに微笑んだね。行為追走のメリット。あ、ねえ。いや、ジノさん絶対取る。絶対取る。行為追走、あ、距離不も。両方欲しい。両方取りたい。両方取りたい。根幹距離は絶対発動するもんね。いいだろう。絶対発動するのはすごいお得感があるが。大船に乗ったつもりで、レース密着ね。ここは負けられない。ね、マリアさんね、もう何回もこれ直してしまうが。実力は完全に上位ですね。チタルちゃん。貫禄すら感じてしまいます。4番人気は、グルーヴちゃん。エアグルーヴ。副会長。いい感じに気合が乗っていますね。ね、和光さん、うち欲張りしたから。5番人気です。7番、ダイワスターレット。3番人気です。9番。10番人気マックちゃんも来ちょる。メジロマックイーン。6番人気です。2番人気は帝王ちゃんも来ちょる。東海帝王。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。13番ナイスね。でもヒロさんね、やっぱりうちあの高位追走を取りたいな。やっぱり一番優先するんだったら。14番人気は14番、ここは負けられない。1番人気ほいじゃほいじゃ。アグネスタキオン。レース出るが。完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。はい、一番内枠じゃね。一番内枠。ブロックされんかが心配じゃね。姉ちゃちゃんに東海帝王ちゃん。出遅れだけが心配じゃね。でも賢さも上げとるはずじゃから。あ、先行内枠最高。うちもあのブロックされてるトラウマがあるけんね。出遅れだけはないようにしてほしいが。ほいじゃ、タキオンちゃん頑張ってね。出走じゃね。さあ出走だ。いってらっしゃい。かっこいい、かっこいい。9番注意。いちごさんね、早春の阪神に最強実施する馬娘が集う。ずっとの子も春の中長距離三冠第1弾大阪杯。人気と実力を兼ね備えたダイワスターレット、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、東海帝王。和光さんそうなの。堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、三冠馬娘アグネスタキオン一番人気です。監督さんでパワーと賢さ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番アグネスタキオン、8番期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスタキオン、9番会長に飛ばしていきます。先頭をかけます。9番直線校舎。9番と8番序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。1コーナーからどうなるじゃろ、どうなるじゃろ。花を奪っていたのは8番、続きました9番。激しい先頭争い。2馬身プロフェッサーが出ちゃる。プロフェッサーが出ちゃる。ダイワスターレット並んできた。すぐに続いてメジロマックイーン、さらには東海帝王。少し後ろから11番、1馬身離れてアグネスタキオン。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は8番、壁を見るように9番、1馬身差メジロマックイーン。半分過ぎたよ、半分過ぎたよ。輝くエアグルーヴ、少し離れてダイワスターレット、11番並んでくる。そしてその後ろから行くのはアグネスタキオン。2馬身3馬身開いてエイシンフラッシュ、1馬身離れて5番、そのうち並んで15番、少し離れて4番、さらに14番、待ちタキオンちゃん頑張って。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。うまつうまつ。このタイミングで誰が仕掛けるのか。アグネスタキオン前を狙っていると。1で4コーナーカーブ、タキオンちゃん頑張って。最終コーナーで最初に駆け抜けてきたのはメジロマックイーン。2番手争いはこの タキオンちゃん、タキオンちゃん、すり足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 アグネスタキオンとメジロマックイーン、もつれるようにゴールイン。メジロマックイーン、にゃー、春の中距離最強の娘の称号を見事に獲得しました。2着はアグネスタキオン。
この結果、実験は成功だね。負けちゃった。マックちゃんがすごかった。花さん、花さん。悔しい。でもすごい、すごい熱いレースじゃったね、本当に。うん。ああ、みんなありがとう。ねえ、すごい惜しかったね、今の。でもすっごい、ねえ、アニメみたいじゃったが、アニメみたいじゃったが。うん。ねえ、すごいみんなありがとう、ちょっと。いやー、でも悔しいよね、大阪杯の恐ろしいところじゃったね、今の。ニュー、次じゃね、シニアの洗礼を浴びた瞬間。あ、ただのおじさんね、いいレースじゃったね、本当に悔しい。マリアさんね、切り替えていくが、タスカちゃんのロケットが炸裂するパターンねえ、半身に。でもこれを見たらもう、あの観客の人はみんなね、タキオンちゃんのこと見直すと思うが。ねえ、うちももう声いっぱい出ちゃったね。ほら、ほら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 、みんな見て見て見て、ムクロニットさんね、やっぱりあのワンピースのウソップの花ぐらい伸ばさんといけんかったね。ね、実力は認めざるをえんが、その後、あ、自然発生的に生まれた拍手は、ねえ、マリアさんね、末足持っちゃらんからね、今ちょっと。それに、ねえ。おぉ。いや、文句ないが、もう本当に、あの、マックちゃんがね、ちょっとだけ上ちゃったね。次のレースでは負けんよ。体の具合は大丈夫かいね。よかったね、本当に。限界の先はまだ遥か遠く。ねえ、ワクワさんね。メインストーリーとか見ちゃると、やっぱりね、他の子もやっぱり、もう、血が滲むような努力してるはずじゃからね。まともな期待での出航は叶っただけ。さて。宝塚記念。一ハロン長いレースになるね。かやさんね、キングちゃんみたいに首を下げんこになる。乳酸性モンチって読むんかね、これ。よいしょ。悔しかったなぁ。乳酸性。乳酸性生き地、乳酸性生き地と対乳酸能力の向上。あ、石山さん、じゃあ、11時過ぎちょる、ほんまに。天皇賞春、マリアさんね、頑張る。ね、ちょっと。ね、門構えの文字難しいね、和光さんね。11時半ぐらいまでメドで頑張りたいが。ほら。夜なべして作った新薬が。ポケットから蛍光ピンクの液体を取り出し、店員に切らせてきた。なんで？実験と行こう。ほえ。ねえ。あ、ねるちゃんありがとう。頑張るね。ねえ、嫁、この画面だとね、多分潰れちゃうよね、多分。色が蛍光ピンクの飲み物？君みたいな百戦錬磨のモルモットが、今さら、
色なんて気にするんじゃけどな、すごくね。えジュンさんね、ルドルフ会長の次くらいに難しい言葉使いよるね。さあすぐに飲めと詰め寄ってくる彼女は相変わらずだったけど、外から漏れ聞こえる拍手はねえよかった。タキオンちゃんの評価もね、やっとね、うちが望んじょる評価になったが、ね、実験結果はどうなったんじゃろう。目標達成したけど悔しいな、これ。宝塚記念が、宝塚記念までかね。ボタン、あ、スリーゴッテス、因子継承者ね。え、ああたまらなく興奮してきたよ。お、ファン感謝祭の日が近づいてきた。ある日、ん、目玉イベント、実行委員が学内から馬娘を選び、こうしてスカウトして回っちょるのだという。ねえ、和光さん、ちょっと距離、なんかそこら辺の文字は見えんかったね。ペースアップのヒント OK。 あ、ほんま宮坂さん、ローテーションを組むので拘束時間は1時間。うん、なるほど。期待に満ちた表情の実行委員だったけど、アグネスタキオンは何より無駄だし、断るかね。いいね、かやさん、本当にね。でもね、ちゃんとトレーニングしてるからね、タキオンさんちゃんと強くなりよるよね。すごいね、タキオンちゃん、どういう風の吹き回しじゃね。ファン感謝祭にて撮影会に参加することになった。うん、なんでじゃろう熱狂や情熱から発生するパワーにとても相変わらずじゃねえ。精神的なものに興味を持つことは意外じゃった。あれかね、ね、さっきの漢字で出ちゃったの、扁桃体の変化を調べるんかな。ああ、実体験から可能性を感じた。筋力発揮の程度には生理的条件だけでなく心理的条件、あ、でもそれすっごいあると思う。うちがね、すごい配信しとって、こうみんなにね、応援のコメントとかね、すごい受けちゃると、すごいレースもすごい順調な気がする。心理的水準の変動により他者性への優位は変わってくる。思春期の女性には優位性が認められちょるが、果たしてそれは馬娘においても同じことが言えるじゃろうかと疑問に思った。ねえ、忘れられんのやっぱりあれじゃね、おぐりちゃんのね、青春杯のね、レースの時とかもね、ダメかもしれんと思ってたけど、みんなで応援したらね、すごい、初めての青春杯勝ったもん。チームでのね、ちょっと、優勝はできんかったけどね。ああ。すごい嬉しかったもん、あの時。俗っぽく言えば、ファンとの仲を深めよう。もう、その俗っぽい、説明で、十分じゃねえ。ねえ、ジュノさんね、そう、思いを背負う馬娘じゃもんね。もちろん研究のために。タキオンちゃんらしいね、ほんとに。ファン感謝祭当日、撮影会には大阪杯で彼女に見せられ急増した大勢のファンが押しかけちゃった。ねえ、ありがとう。ね、勝負服かっこいいよね。タキオンちゃんが G1
実験のためと分かっていても見慣れない光景に思わず釘付けになってしまった。やがて撮影会は終わり。ねえ、ワクワさんね、ほんとで嬉しい。ね、最初のストーリー、1話4話の時のね、退学が危ぶまれちゃったのがほんと懐かしい話じゃね。ね、楽しそうに見えちゃるが。うん。でもね、そのモルモットちゃんを見てね、タキオンちゃんもきっとね、すごいドーパミンが刺激されちょるはずじゃね。でーだ。うん。面白いね、ほんとに。タキオンちゃんはほんとどうなんじゃろうね。馴染みがたいシチュエーションじゃったけど、想像してたよりは悪くなかった。ね、袖めくりとかしてみてほしいよね。うん。少しずれてはおるけど、彼女なりに撮影会を楽しめたようだった。うん。深淵を覗けばまた深淵も。ね、男子を見つめ返しちょるじゃないけど、見つめちょるのじゃってやつじゃね。ねえ、マリアさんね、物つかめんよね、これ。いや。あくまで仮説。私もまた彼らの歓声を聞いて、涙する。見たいよ、うちも。見たいよ、うちも。それが私の速さに直結するのなら悪い結果ではないさ。感謝祭での経験はアグネスタキオにとって大きな刺激になったようじゃった。うまつー。今日の私はいつにも増して可能性に満ちている。実証してみようじゃないか。ねえ、和光さん、ほんとだよね。もう次、天皇賞あるじゃね。おぉ。好意追走、好意追走。どうしよう。本館距離。ラストスパートで速度がわずかに上がる末脚も欲しいが、積み重ねや繰り返しトレーニングなのは、これはもうスピード一択じゃねえ、スピード一択じゃねえ。ねえ、よいしょ。なになに、実験でも失敗したかね。いいや。マンハッタンカフェちゃんが隣に座ったん。うん。彼女のコーヒーを飲んでしまって。くそ。香りも色もコーヒーじゃったのに、どうして間違えてしまったのか。はあ、やる気が下がった。にゃーん。コーヒーが苦手なんじゃね。研究続きでは体力が。すごい意外じゃよ。なんかね、それこそあの、体の中の血液がコーヒーになっとるぐらい飲んじゃるイメージなのに。コーヒー、ついさん。はい。ねえ、和光さんね。おい、じゃあ、あれじゃね、レースに出て調子上げていこうね。うん。はい、天皇賞春。出走するが。おい、じゃあ、ちょっと、これで、
切りが良さそうだからこれでね、天皇賞春を最後のレースにするが、うん、ねるちゃんね、スピードとパワーガンガン上げんといけんね。これここは負けられない1番人気11番アグネスタキオ、15番人気13番うん、和光さんね、ちょうど11時半になりそうじゃね。経験を糧にしてほしいですね。エイシンフランスちゃん14番マンハッタンカフェちゃん6番人気です。13番人気16番11番人気18番2番人気うんすちゃんスペシャルウィーク、うん、さやさんね、優秀の実飾るが番スカ3番12番人気オペラ王ちゃん3番人気4番 TM オペラ王。このメンバーの中でも見劣りしたい仕上がりですね。ゲームセンターのみんなでダービー前目につける先行策で勝利を組んでほしいですね。うち知らん、なんそれなんそれ、みんなでダービー面白そうなゲーム。みんなでダービー、あ、こんなゲームあるんじゃ、すごい。あ、かわいいね、面白そうじゃね。5番、18番人気タキオンちゃんは固有スキルのおかげで勝ちやすい部類のはず、経験を糧にしてほしいですね。ね、このさっきのマックちゃんの件もあるからね、絶対油断はできんね。6番、ライスシャワー、ライスちゃんライバルたちは強力ですが放送を期待したいですね。マヤノちゃん5番人気は9番マヤノトップ注目の1番人気11番アグネスタキオ、ほいじゃほいじゃ、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。現役最強の実力を、ねえ和光さんね、メダルゲームなんじゃね、すごい面白そう。あのお馬さんのあのキャラクターがすごい可愛かったの、すごいあの体がふくふくしとることかもってね、すごいうち好みじゃねえ。カフェちゃん、ミシンフランスちゃん、でもブルボンちゃんはおらんから大丈夫かな。でもウンスちゃんとライスちゃんがおるのは気になる。オペラオちゃんもね、オペラオちゃんもね、タキオンちゃん頑張ってね。さあ出走だ。天皇賞春ね、タキオンちゃんは絶対頑張ってくれるはずじゃね。一条の盾をかけた熱き戦い、最長距離 G1 天皇賞春。3番人気はこの子です。 TM オペラ王石山さん、タキオンちゃん好調派なんじゃね。2番人気はこの子、スペシャルウィーク威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、三冠馬娘アグネスタキオン1番人気です。気合十分、いい顔してますね。うん、いい顔しとる、いい顔しとるか。今スタートが切られました。手遅れ、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスタキオン、セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、頑張ってタキオンちゃん、まだ取り返せるよ。2番目の位置で先頭を伺うのは10番ヨマシン離れて TM オペラ王、その外並んでアグネスタキオン、すごいすごいタキオンちゃんバッチリじゃよ。7番並んできた、少し後ろからライスシャワー、後ろスペシャルウィーク、その外並んで5番、交換取っておいてよかった。13番そしてその外、マリアさんね、長距離だから大丈夫。マンハッタンカフェ、少し後ろから3番エイシンフラッシュ、外から行く第4コーナーカーブ、先頭から後方まで間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。あーオペラオちゃん、うん、1馬身リード、続いてプロメッサー5馬身離れて TM オペラ王アグネスタキオン並んできた。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく、あとから7番その後ろにマヤノトップガン、1馬身離れてライスシャワー、ねえ賢さ高いの聞いちゃるね。その後開いて13番内でエイシンフラッシュ、外3番差がなくスペシャルウィーク、ねえウンスちゃんスカイちゃんほんと早い。それを見るようにマンハッタンカフェ、少し離れて12番8番内から行く18番最高峰だ。半分すぎるよ。向かっていきます。セイウンスカイまだリードをキープしています。
続きました10番、そしてその後方にはあ、ウンスちゃん速度アップ。あ、5番手に7番うまつ、さらに早のトップガン3馬身下ライスシャワー、5番追走2馬身3馬身開いて遠心フラッシュ、そして13番うまつ1馬身下スペシャルウィーク、タキオンちゃん頑張って。16番あとはウンスちゃんにもう少し、もう少しだよ。1周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手はセイウンスカイ、少し離れた頑張れ。2馬身3馬身開いて10番4番手テイエムオペラ王、5番手には7番その後からマヤのトップガン、さらには5番後ろライスシャワー、少し後ろから遠心フラッシュ、2馬身3馬身開いて後ろから2人も来ちゃる、フラッシュライスシャワーも来ちゃる。そしてスペシャルウィーク、その外並んで3番内から16番、少し後ろから8番18番外から行く、外から外から17番頑張れ。マンハッタンカフェ12番最高峰からのレースになりました。まもなく第4コーナー、頑張れ。外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰がスペース、すごい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 よ。捉える子は出てくるのか、400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは直線コース、直線コース、これは強い、余力を残したままライスシャワー食らいついていく。もうぶっちぎりじゃん、余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。アグネスタキオン足色は衰えない、アグネスタキオン、すごい。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。やっちゃう、ワコさんありがとう、現役最強の一人旅だったな。2着にはライスシャワー、あーすごい、みんなありがとう、みんなのアドバイスのおかげじゃよ。これが研究の成果さ、やっちゃう、すごい。あ、お、大佐、大佐すごい、2着にライスちゃん来ちょったんじゃね。ああ石山さんね、マックちゃんがすごかったの、マックちゃんがもう、ああすごかった、もうみんなありがとう。はい、トップスター、トップスターじゃよ、トップスター。最後の最後で足が終わっちゃった、スタミナ値がギリギリじゃったの。あ、ネルちゃんすごい、いい感じだった、いい感じだった、本当によかった。でもねえ、みんなのアドバイスがなかったらね、すごいここまでいけんかったよ、本当にありがとう。あ、絶好調に戻ったか、さすがの私も研究続きでは体力が、そうじゃね、最初からレジェンドじゃね。あ、賢さ、あ、28% うん、了解じゃよ。レースは、はい、ほいじゃんほいじゃん、今日はね、今日のタキヨンちゃんの育成はここで終わろうかね。次のまた、枠を取ってまたツイッターで告知するが、ね、かやさん本当にありがとう。ね、スピード徹底押しで、よか、ちょっと待って、ジュノさんそのコメントメモさせて。最後まで。うん、スピード押して頑張るが。よいしょよいしょ。保存、よいしょ。ね、3回目がすごい楽しみじゃよ、ほんと。よいしょよいしょ、じゃあ一旦ちょっと、じゃあこれで戻りよるね。さすがの私も3回目はあれじゃね、最初開始お休みから始めた方が良さそうじゃね。よいしょ、保存して中断。こっそり実験しようとしてもカフェにはいつもバレてしまう。うん、すごい特殊な能力でもあるのかな。 A 曲が流れちょる。あ、鈴鹿ちゃんのじゃん、うまいね。ねえ KBY さんね、 1年ぐらいずっと発行しちゃるね。3回目はどうしようかいね。あ、
ケイロクさん本当にありがとう。あのいつものコメントもくれて、あのじっくり読ませてもらっとるよ。本当にいつもありがとう。ね、トランスフォーミング、次オレンジ了解だよ。ほいじゃほいじゃ、最初にちょっとご挨拶だけ、ちょっと待ってね。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ほいじゃほいじゃ、あとはね今日来てくれた人のねお名前読み上げるだけだから、あの軽く挨拶だけやらせてもらうね。みんな遊びに来てくれて本当にありがとう。またねツイッターで告知するからよかったら遊びに来てくれると嬉しいが、みんな夜遅くまでありがとう。おやすみなさい。明日もね頑張ろうね。バイバーイ。ほいじゃほいじゃ、来てくれた人のお名前読み上げするね。よいしょ。ナモナイルローニさん、遊びに来てくれてありがとう。わたげさんも遊びに来てくれてありがとう。レクイエム課長さんも遊びに来てくれてありがとうね。シロさんも遊びに来てくれてありがとう。カイトさんも遊びに来てくれてありがとう。誰にも、あの、駆逐してやるって、あの、進撃の巨人ごっこしようとしてる子は、誰かね、誰かね。こんなユーさん。あ、おった !KBY さん見つけた !KBY さん見つけちょいたよ。ね、うちが食べちゃう。ね、あ、にか。石山さんありがとうね。でもできれば奇数押しといてほしいよ。パクパク。はい。カイトさんも遊びに来てくれてありがとう。つよしさんもね遊びに来てくれてありがとう。イーグマッシュさんも遊びに来てくれてありがとう。タケさんも遊びに来てくれてありがとうね。サフラリーさんも遊びに来てくれてありがとう。センキュー。コッチさんも遊びに来てくれてありがとう。ふかふかめしさんも遊びに来てくれてありがとうね。メイブユキカゼさんも遊びに来てくれてありがとう。リュウヒョウさんも遊びに来てくれてありがとうね。ホウキさんも遊びに来てくれてありがとう。ディオールさんも遊びに来てくれてありがとうね。アイリンさんも遊びに来てくれてありがとう。ね、アイリンさんね、キングちゃん、すっごい楽しみじゃね。あの、ガチャ配信すっごい楽しみになってきたよ。にゃんこさんも遊びに来てくれてありがとう。月の輪さんも遊びに来てくれてありがとうね。ノムさんも遊びに来てくれてありがとう。イジさんも遊びに来てくれてありがとうね。エルちゃんありがとう、本当に。パイゲーマーさんも、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。トビガラスさんも、遊びに来てくれてありがとうね。ケムネルさんも、遊びに来てくれてありがとう。下月さんも、遊びに来てくれてありがとうね。西川雅宏さんも、遊びに来てくれてありがとう。セプテンさんも、遊びに来てくれてありがとうね。ジュンさんも、遊びに来てくれてありがとう。韓速さんも遊びに来てくれてありがとうね。アイアム会長さんも遊びに来てくれてありがとう。ねるちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。今日すごいいっぱいアドバイスくれてありがとう。ね、あの、次のあの、配信のね、3回目も、タキオンちゃんね、頑張るけん。マリアさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。たけしくんも遊びに来てくれてありがとう。ただのおじさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。ムケロニットさんも遊びに来てくれてありがとうね。あ、そう、メコさんじゃ、そうじゃ、いちごさんじゃないね。メコさんじゃね。メコさん本当遊びに来てくれてありがとう。
またね、遊びに来てくれると嬉しいよ。ヒロさんも遊びに来てくれてありがとう。アサカさんも遊びに来てくれてありがとう。ケイロクさんも遊びに来てくれてありがとうね。コナユーさんも遊びに来てくれてありがとう。石山さんも遊びに来てくれてありがとう。ヤヌイさんも遊びに来てくれてありがとう。チノさんも遊びに来てくれてありがとうね。カヤさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。KBY さんも遊びに来てくれてありがとうね。ワクオさんも本当に遊びに来てくれてありがとう。まだね、3回目の配信も頑張るが。ね。メコさんね、アイコンとかですっかり騙されてしまうが、いつも。ね、次はちゃんと、しっかりちゃんとメコさんって呼べるようにね、気をつけんとね。あ、カズのおじさんありがとう。うん。またね、遊びに来てくれるとすっごい嬉しいです。今日も遊びに来てくれて本当にありがとう。はい。ほいじゃほいじゃ。今日の第2回、アグネスタキオンちゃんの育成の配信を終わろうと思います。次のね、配信もツイッターで告知するので、よかったら遊びに来てください。みんなお疲れ様。最後までね、一緒にいてくれて本当にありがとう。みんな、おやすみなさい。明日も頑張ろうね。バイバーイ。Thank you.